もうラジオ局、もう、まあ、アムレツ始まってんねん、今日からね。何が多分今頃、あ、そうそうね、アムレちゃんね、もうやってるんだ、はい、どこ、イノワンの、イノワンのコンベンション、コンベンションセンター、今日は展示とらしいです。じゃあ皆さんお待たせしました、アムロナミエです。アムロナミエです。何から歌うじゃん、冬の写真を撮るのでちょっと携帯で、はい、はいはい、初期の頃の方の歌しか覚えてないわ。アムロナミエって何があったっけ。Can you celebrate? Can you kiss me tonight? 歌いたいな、今日歌いたいな、歌いたいよ。 Can you celebrate? これ賛美したいね。 Can you celebrate? ほんま、ほんま歌いたい、アムロちゃん来てんのに。歌いたい、聖子ちゃんの時にアムロ歌いっていうことなのかな、ま、違うかな。アムロちゃん歌いたいけど、こんなに急には賛美作れませんけど。はいはいはい、はいはい、あ、これで、はいはい、じゃあ行きます。はいはい、チーズ。はい、ありがとうございます。あと1分半で、今日もあのアスカちゃんのオープニング、アスカちゃんのあの何ていうの、プッて吹き出さんといてやもん。あれもうあれやめへん。え、じゃあさ、なんかなしで行くの、オープニング。なしの方がいいよ。マジ？あれ聞いてたらなんか気になるねん、ほんまに。喋るのが集中できないんだけど。なんかじゃあもっとなんかでも普通っぽいやつだったけど。あのね、その BGM があったらなんかちょっとうるさいと思っちゃってさ、なんかマジ自分喋り声だけにしたいんです。いきなり BGM なしで始めるの、なんか、まあ、オープニングだけちょっとなんかオープニングだけ欲しいよね、うん、音がなんかちょっと絞ってくれるんやったらいいけど、いつもなんか大きく感じちゃうん、ね、マジ、うん、私の方だけかもしれない。全部なしでも、で何もいらんって言うてんかも。神様、何も月も太陽も神様いらんって言うてん。了解。喋りだけで生きなはれと。それマイク1やんね。7。はい、皆さんこんにちは。9月15日土曜日、時刻7時半になりました。エンジェルトークです。お相手今日渡辺明日香と栗生みどりです。よろしくお願いします。すいません、今日ちょっとトラブルあって本当は7時からのはずだったんですけど、はいはい、なぜか7時半になっちゃいました。その代わり9時までね。そう、1時間半に伸びました。はい、時間を伸ばしていただけたので、主よ、すべてのことを益としてくださる神様、ありがとうございます。今日も祈りから始めていきたいと思います。神様、ありがとうございます。今日もあなたはいつもいつも、今日もいつも、昨日も、あ、明日も変わらず、昔もずっと私たちを愛して、そして私たちのために最善をしてくださる神様、ありがとうございます。どんな悪いことが起こっても、そのことをすべて感謝して受けてるなら、あなたは益としてくださると御言葉にあります。その名の通り、私たちはもうそこに書かれている通り、私たちは本当にどんなハプニングが起こっても、どんな災いが起こっても、いつもあなたはそれを益としてくださいますから、ありがとうございます。神様、今日この番組を聞いている人たちの心、耳、霊の耳開いて、どうか本当にあなたがいらっしゃる本当の神様であること、また、あ、イエス・キリストの皆で癒されよというなら、たちまち病が癒されて、痛いところも癒されて、また見つかなくなったものに出てこいと命じるならば、それが出てきて、またアレルギーも癒される、そのような素晴らしい証がどんどんあります。そのことが今日またここで起こっていきますように、この番組中に、あ、癒し、救い、解放が起こっていきますように、主よ、あなたが話されたいことを話してくださって、あなたが控えている方の心を開いて触れてくださって、今日あなたの臨在で包まれますように、これを控えている方のすべての心にあなたの愛と平安と喜びと、そうです、もう全く平安、そして聖様の圧倒的な臨在と喜びなべて満たしてください。生ける命の川の水が私たちのうちに湧き入れるようになりますように、主を満たしてください。あなたの臨在で満たしてください。あなたの喜びで満たしてくださいますように、感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン、アレルヤ。私なんかね、この間ほら、アスカちゃんの、うん、あの証をというかメッセージを聞きに、水曜日に久しぶりにベタニアチャーチ来てくれたよね。初めてちゃう、みどりちゃん。一
祈祷会、あそこで勤めてる時は時々は行ってたけれども、じゃあなんか私のメッセージ聞いてくれた初めてちゃう、まともにちゃんと聞いて、あ、そうかもしれないでしょ、うん、いやだってあそこでするの初めてやった、確かに無駄に初めてや賛美は何回かね一緒に歌ったりさせてもらってたけど ね、うん、あの時に、うん、もうやっぱりすごいいろんな証をね、うん、あすかちゃん話してくれたけど、うんうん、あのやっぱり一番すごいのがお財布の話、お母さんのお財布がなくなって ね、うんうん、それで普通はほら、うん、もしかしたら自分のなんか間違いかもしれないと思うとか、うんうんうん、ほら例えばバッグの中のね、うんうん、ポケ違うバッグのポケットにあのから鍵が出てきたとか、うんうんうん、そんなんだったけどお財布、うんうん、探しても探しても探してもなくって、うんうん、それで絶対通る玄関のところにポンと置かれてたって、うん、もうあれほんま、あれすごいよね、誰かが持ってきたとしか思えへんよね、誰ってね、そのね、もうサタンやろうけど、ね、そんなとこ持ってくるなんてちょっと可愛らしいけど ねここすいません、ここ置いときますみたいな、ね、いいんですかって、分かりやすいですかって言って、いやでも私さ、ね、前にも言ったと思うけどさ、うん、ほら企業先で、うん、あのクライアントのとこに万年筆忘れてきて、うん、営業行った時に、うん、もう二度とそこ行かへんとかやったから、うん、うわどうしよう神様の万年筆どうしても欲しいね、私がどんだけお気に入りやったか知ってるやろ神様の万年筆戻してとか言って乗ってたら、うん、次の日の朝ポンってリビングのテーブルの上にあったって話しんかったっけ、それ初めて聞いたわ、ほんま、うん、あれもうほんと瞬間、あ瞬間移動ってあるんやって思った瞬間、うんうん、あ絶対あそこに置いてきてん、だってもう帰りになかったんやから、うん、そこで使ったの覚えてるわけよ、うんうん、使ってメモって、うんうん、でそのまま置いてきてしまって、だってもう帰りにバッグの中で探してもなかったから、うん、あそこ置いてきたと、大きな器具やったんやけど、大器具なんやけど、うん、あここ置いてきたやばもう行かへんしな、遠く行かへんしなとか思って、うん、まさかそこにマネー室だけ、うん、置いておいてくださいっていうのも言えへんし、ね、そうでもすごい好きなマネー室で、うん、あーと思って神様って乗ったら次の日に自分の家のリビングの上にポンと置いてあってんで、それ何それ、すごいやろこれこれが今までの中で一番すごいすごいよね、すごい物事の瞬間移動、持ってましたって、うん、持ってってましたすんませんとかでさとか持ってきたよね、今ね、そうね、あとあれやん、あのイグアナが帰ってきたっていう話、あこれしたっけ、ま、た絶対が知恵がないから、うん、犬とか猫やったら帰ってくるやん、うんうん、猫帰ってくるよな、るでもイグアナは絶対無理、うん、知恵がないから、うん、だから逃げたら絶対かハムスターみたいなもんよね、うん、だけどね2階から飛び降りてるから、うん、ベランダからね、うんうん、絶対ベランダにおらんかったんよ、どこか探してもらんかった、うん、で飛び降りて下に行ってるはずよ、うん、なのに天使よ私のイグアナを連れ戻してって、うん、30分以内にってしかも言ったわけ、うん、ほんまに30分以内にちょこんといたからねベランダにいなかったのにいたからあれもすごい、僕天使が加えて持ってきたな、疲れてもう首根っこ掴んで持ってきたなって思ったもん、この2つがもう今までサタンが返してくれたんじゃなくて天使が連れてきてくれた、ね、だと思う、そうやと思う、天使に連れてきてって言ったから、うん、サタンが奪ったものを奪い返すっていう祈りをその時は知らんかったんまだ、うんうんうん、でこの前のお母さんのお財布がそう3つ目やね、うん、ああまた出た瞬間移動やみたいな、本当これすごいね、玄関なんて絶対通るもんね、絶対分かるもんね、そう探してるね、そうだってもう行ってるからね、警察に行ってるし、うんうんうん、そうなのにそこにその時なかったのに、うん、祈って30分ぐらいしてみたらあったみたいな、これ本当私もちょっと聞いてびっくりした、うん、ほんまに分かりやすいよね、なんか言い訳がのいできない、偶然ここやったとか忘れとったとかさ、そうそうたまたまとかそんなのがね許されない、言い訳ができないようなこと神様なさるよね、ねえすごいよね、言い逃れができませんっていうのがあるもんね、あるある、うん、いや私でも何が嬉しかったって、もうみどりちゃんのお母さんがあんなに元気になってさ、沖縄にとうとう来られまして、ね、もうようこそ、ね、ようこそおめんそれって感じでしたけど、来ていただいて、あの来させてもらってね、うん、もうだから来てからもうあすかちゃんあすかちゃんって言うわけよね、もう母がね、あすかちゃん今ねなんか沖縄おらへんから、まあ、帰ってきたらね、うん、来てもらったらいいねとかって、うん、どっか教会につながってほしいからいろいろね近所の牧師の人に来てもらったりとかしつつ、よかったわ、でもこれあすかちゃんに渡しておいて、アクリルのね、あまた忘れた、嘘楽しみにしてたのに、アクリルのたわしね編んでほしいとかってね、そうそうそう、丸亀で入院してる時、あほな編んであげるわとか、20枚ぐらいぎっしりさ、ね、もうね、あすかちゃん好きそうなカラフルな色なわけ、オレンジとかピンクとかばっかり、暗い色がなくて、嬉しい、それ渡しといてって言われて、うん、私のところの玄関にあるわ、超楽しみにしてたのに今日、そうそうそうなんかもね、なんか言ってるからさ、うん、だからね、うん、だけどまあね、こっちにおる時間で短いし、うん、そうじゃなくてもいろんな人のとこ行くから、うん、もうね、いついつ、あすかちゃんいつからいつって言うたら期待するか言ってなかったママにはね、うんうん、そうかそうか、でなんかあすかちゃんが水曜日になんかね、うん、予定あのなんかで誘ってくれた時に、
うん、あこの日ちょっとママのところに水曜日行くとしてるから、うんうん、あのごめんねとかって言ったらね、うん、そしたら行くとかってね、そうそう、だって会いたかったもん、私も元気な姿を見たかったし、ね、沖縄に来れるってことはもうそれだけ元気になってるってことでしょ、ね、あの人工呼吸器してたお母さんが よ私え大丈夫、え手術ほんまに成功したんって、あの時ほんまにびっくりしたからね、もう絶対この医者絶対失敗したんでとか言いまくってたもん ね、うん、ねこれ絶対失敗してんねん、うんうん、ICU にいるってどういうことって、うん、普通手術終わった後ってちゃんと病室戻ってんのちゃうの、うん、なんで人工呼吸器してんの、うん、ってこれもし電気が停電とかした時にやばいんちゃうの、うん、みたいなさ、うん、あの状態からよ、だからあの状態だったからこそこのまま停電もしね、うん、電力会社のなんかミスとかでね、うん、停電したら死ぬやん、うん、それで復員に伝えしたいとかないか、その時にな、ね、瞬時にね、うん、判断して、そうそうそう、ね、もう伝導してもらいましたよね、もう洗礼もそのまましてしまって、ねでもお母さんの時メーカー涙流してね、なんかうなずいてくれはってね、その時のこと記憶があるって言ってたからね、うそ、なんかなんか陽気言ってくれた、なんか言ったやろなんかね、次の日にね、うんうん、お母さん昨日、うん、あの信仰告白された覚えてますとか言ったら、うん、うんって言ってはったもんね、信仰告白されたのをしたのは2日目 で、うん、で それ覚えてますは3日目やろ、あ そ, うか、その1日目の人工呼吸器の時に涙流した時にことを2日目か3日目にもっと後かもしれんけど、うん、あの全然意識がなくて分からん時に、うん、なんか一生懸命言うてくれよんが分かったとかって言わんかった、言ってたかも、言ってたやろ、うんうん、やっぱ聞こえてんのよね霊ってね、うん、そうそうそう、だからね、杖でもついて歩けるようになったら理想やけど、まあ、この80過ぎとるし無理やろなとかって言ってたけど、でもイエス様のねお名前読んだら治るよ、あの、ね、そうしてくれるよとかってずっと言ってた、それ信じてたよね、うちの母親なんかそんな人のことが聞くようなタイプじゃなかったのよ今までね、こうこれがいいよ教会だって何度も、ね、行かそうとして、あの香川県乗る時でもね、それからこっち出る時でもつなげたりとかしたけど、うん、全然イエス様受け入れるような気配もなかったの、だからあの時を皮切り、あの境に、うん、もうね素直にあの、うん、洗礼もね受けたこともね、うん、もう受け入れて、うん、でイエス様だってもう仏壇の話も全然せえへんし、うん、で明日はねあの近くのナザレンの記事の教会の牧師さんがお迎えに来てくれて ね、 すごいね、車椅子も車乗せてくれるって、あよかった、それでね教会礼拝参加して、うんうん、ご飯も多分一緒にね食べて帰ってくる、うんうんうん、よかったよかった、お風呂の時間をちょっとゆずらしてみたいな教団としてたんやけど、あよかったよかった、だからこの前もさ一緒に行って聖書持って行ってさ、うんうん、これ二人で読んだんだけど、うん、そうとってもはっきりとクリアにね、うん、しっかり読んでて、ああそうか、なるほどなるほどなるほどねって言いながら読んではったよ、ちゃんと私も説明しながら解説しながら読んでいったんだけどね、二章創世記からね、うん、なるほど初めてよく分かったんちゃう、うん、今までね、うん、だって何回かあの、ね、香川県の教会に行った時に、うん、どっかの村の人がなんかこう何かがあって、うん、それであのこの人が追い出されてとかそんな話ばっかりだったから意味が分からんかったとかで言ってたわけよ、そうよね、うん、いきなりやったらね、うん、そうだからもう最初から神様どこでやりますかとか言ったら、うん、もう最初からやりなさいって言うから、うん、創世記の、はいはいはい、うん、人間がどうやって作られたかっていう過程から、うん、この地上神様がどうやって作られたかっていうところからね、うん、書いてあるんだよ聖書はって言って、うんうん、そしたらへえそうなんだへえとか言いながらね、うん、理解力があるからさ、メロちゃんのお母さん、うん、普通にね、うん、何でもかんでも早いよね、やっぱ頭いいんだよね、うん、すごいよ、うちの母とかよりもよっぽどなんかストーンストーンストーンと入ってって、うん、うん、いや理解力あるわと思って、読解力もあるしすごいなと思って、そう言うたらめちゃめちゃまた喜ぶでで生産式もね一緒にできてね、うんうん、これまたこれ美味しいな、ええ味付けしとるのそうそうそう、いろいろなんかいろいろなんか出しとってなんかしとると思われたんじゃん普通に焼いただけなんやけど、小麦粉と牛乳と砂糖と塩で喜んでてね、うん、だからそのこれ聞いてる人よく分からんかもしれんけど、私香川県出身で、うん、あのね、母が去年の6月に、うん、まあ、階段から落ちて一人暮らしの母が骨折して、うんうんうん、ずっと入院してたんですね、うんうんうん、だけど、まあ、なんかあの香川県にはもう子どもたちが県外なので、うん、近所の人の親戚にお願いしてたんだけれども、うんうん、もうちょっとそれも年齢的に親戚の人も年取ってるから限界っていうので、うんうん、であの本人に選択させたら沖縄に行きたいって言ってくれて、ね、でもういろいろこの8月にね、7月8月ずっと探してたんですよ沖縄の中ね、うんうんうん、一番探すポイントは、うん、自分が
毎週とかね2週間に1回会いに行って楽しくなる場所、うん、だから絶対海が目の前じゃないと絶対嫌と思って、うん、で海が見えるところでカラオケがあるところ、うん、できるだけ素敵なところって言って、うん、そしたらね本当にあそこよかったよ、ね、ここがいい、しかもねその値段もそんなにね年金の中で払えるぐらいだったのでありがたいな、だけど5人待ちだったからじゃあもう半年ぐらい先かなと思ってたらなんでか知らんけど一番にだからもうそれ神様の備えよ本当に、ね、本当に神様の備え、ちょうど弟がねいろいろ弟もほら、横浜からね母陸路で丸亀まで来て、うん、で飛行機一緒に乗って連れてきてくれたんだけども、うん、弟が休み取りやすい期間っていうのが職業から決まっててね、うんうんうん、だから8月の後半から10月いっぱいまでの間だったら自分 もう全面的に協力できるっていうから、うん、でその間にどうにかね開けますよ、ね、うん、まあ、10月って無理かもしれんけど神様お願いしますとか言ってたら8月5日ぐらいね、うん、あんさもう部屋から部屋の目の前海でさ綺麗に海が見えるさ、芝生、うん、緑の芝生とさ、うん、水色の海が綺麗に見えるさ、こんなとこ私も住みたい、これホテルやったら一泊さ、いくらすんのっていうぐらいのさ、ね、部屋やん、うん、ベランダあるしね、うん、ベランダあるし、ね、遠くに海が見えるし目の前が目の前よ、あすかちゃんのところなんですよね、マンションがなんかね、うん、ちょっと理想なわけ、うんうんうん、まあ、もうあんな感じよ、海の声が聞こえる、 うんうんうん、あのぐらい近いところがいい、ねえすごい、ね、マジ私もここ住みたいわって思わずそんなとこにちゃんと神様用意してくれてあってさ、ね、ね、そこだったからね、もうすごい時間1時間半ぐらいかかるけど、前ね車で行ってもあそこに行ってちょっとお茶飲めると思ったらね、うん、そんなに親孝行じゃないからさ、なんかね暗いとこだったらね、もう2ヶ月ぐらいほったらかしにとかみたいなねしかいないけど、これだったらねいけると思って、ほんまマスカちゃん来てくれてすっごい喜んでさ、ほんでね、うん、もう歩けるようにね、そうなのよ、ね、そうなのよ、あのお蕎麦食べ行った時とかもさ、うん、普通に車椅子なしでもちゃんと歩いて行ってたからさ、うん、なんや全然お母さん歩けるやんみたいな、歩けないつもりやけどそうちゃ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 っと歩いてる、歩ける歩けるだからもう医者もびっくりじゃない、あれびっくりだと思う、ね、しかもね70、60や81ですからね、すごいよね、本当に神様のさ、うん、力ってすごい、ね、もう本人も分かってるよ、風邪も治してもらったって言ってるからね、そうよね、理解してはるよね、ほんでさその時にほらお買い物行ったじゃない、うん、ほんでみどりちゃんはさお母さんのものをいろいろこうね、うん、メモしたものをさ、うん、もう買ってきてあげるからもう暑いし、うん、もう大変やからここで待っててとかって言ってたやん、うんうん、でもさお母さんからさ普段やっぱりあそこにずっといるんやからさ、うん、たまにはこう娘と一緒にさ買い物したいわけよ、私はその気持ちがふって分かって、みどりちゃんお母さん待てたいんちゃうよって、行きたいんだよ行きたいよねお母さんって、うん本音は行きたいねんけどねとか言って、ほな行こう行こうとか言ってすなんかほらなんか車椅子重いやん、わ か,、ね、かるわかる、ね、なんか弟がおるんやったらいいけどさ、うんうんうん、あれをまた下ろしてそれでまた乗せて、うんうん、そうでも買いあの広いショッピングセンター実は大嫌いでなんかちょっと買うんだったらコンビニとかだったらまたんと買えるやん、パン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 って、だからあの広いとこっても天文学的な広さやんか、そうだからローソンで買える人とか言って、うん、ローソンで買えへんやろ洗面器とかとか思って洗面器ね、洗面器だけはあるやけど他のメモ用紙とかさ電池だったら全部置いてるやん、ローソンで買おうとするから、いやお母さんはイオンとか広いショッピングセンターに行ってやっぱそういうとこでいろいろ見るだけでもね気晴らしになるんだよって、やっぱね客観的に見ると分かるわけよ、私も自分の親やったら同じようにしてたん、今までちょっと待ててって、ここで待てて、私買ってくるから待ててみたいな、そうそうそう、一番早いやん、で食事にねゆっくり時間取るとかね、そうそうそう、もうね人が多いし、そう私もそういう、そうそうそうなんだけど親の立場からしてみたら行きたいね、娘と一緒に行きたいねっていうのが私はすごい分かったから、ね、私の親にもこうやってしてあげなあかんねんなって思ったわけよ、あれはやっぱ人の振り見て我が振り見直せって分かるよね本当にみどりちゃんと行動してたら、あ私もこういうとこあるあるってなんかすごい反省させられんねんなんかさ、だからもうここでおってよね、あすかちゃんね、あすかちゃんとおってねここでって言ったら、そうそうね、あすかちゃんねお願いねって言ったら、あすかちゃんがなんか訴えるような目してママが言わへんから、ねお母さん買い物したいよねとかね心に、ね、うんしたいとかって言ってるから、そしたらもういかんわけにいかんやからね、それね車椅子でうろうろしたいとかって言うからさ、うんうん、しゃあないなほんでそこでお母さんと一緒に私が車椅子であすかちゃんに預けてね、そうそうそう、でその時にね私はね、うん、フットマッサージャーをね、うん、実はずっと欲しくてね、うん、こうやっぱりほら毎日のようの歩行とかしてるとさ、うん、結構足がむくんだりするわけよ、うん、で特にね断食中とかも結構しんどいわけ、うん、断食しとったもんねあの時もね、そうそう、うん、足だけでも、うん、なんかこうマッサージしてもらいたいっていうのがあって、うん、でもマッサージ昔はねお金がある時はマッサージ行ってたわけ、うん、でも一回行ったらもう5000円とかするやん、うん、だからもうそれは捧げ
げたわけでしょ、うんうん、だから神様フットマッサージャーぐらい買ってもよくないとかって言ってずっと交渉してたわけよ。マッサージ行かへんからとか言って、知らんかった。そうずっとずっと言ってたの、うん、それはもう名古屋 の友達のとこに行くと、うんうん、あるわけ素敵なやつが、でも8万円ぐらいのやつらしいんだけど、8万円は高いから買えへんけどもうちょっと安くなっていいか、私買いこれが欲しいとかって神様言ってたわけ、うんうん、そしたらそれがねあったわけ、たまたまね、うん、ほんで足突っ込んでやってたら、うん、めっちゃ気持ちいい、これぴったり、もしかしてこれ私を待てたんちゃうとか思ってさほんでそれがさ、あのフットマッサージャーっていろんな種類があるんだけど、うんうんうん、たまたま私がこれやったら理想やなっていうのがそこにあったわけよ、うん、なぜスチュール型になってて、うん、普段はこうソファーの前に置いたら足大きいのオットマンになるようなやつ、うんうんうん、あこれええやんとか思って、うんうん、ほんでいかにもなんか健康器具っぽいのってさ、うん、そう、ね、違うけどあれなんか綺麗やったよねでしょ、うん、そうスチュール型になってて、うん、で神様、うん、これ私のためにもしかして用意してくれてたんちゃうって聞いて、うん、で御言葉を開いたわけ、うん、神様買っていいですかねって御言葉開いたらさ、そしたら画家のさ、うん、2章の、うん、13節か、うん、あ16、17節かな、私の愛する方よ、そよ風が吹き始め風が消え去る頃までにあなたは帰ってきて険しい山々のカモシカや若い鹿のようになってくださいってもうマジカモシカのような細い足になれって言ってるんやん神様みたいな、足細いやん、そう昔は私もカモシカのように足細かったよね神様、最近ちょっとお犬の歩行ばかしてからむくれてんねんとかって言ったらさ神様はいはいカモシカのようになってくださいって言って、私があなたのために用意しておいたんだよって言われたわけ、それで一応ネットとかも調べて、神様もし楽天とかアマゾンとかの方が安かったら、うん、そっちにするけど、うん、もしこれをこの場で買っていいんだったら在庫1個置いといてもらえることと、こっちの方が安いようにしてくださいって、なんか安かったわけ、普通の金額よりも半額だったわけよ、そこに書いてあった金額の、まあ、5万いくらだったのが3万5千円だったのね、ほんで楽天見たら楽天は3万8千だったから、うん、楽天よりもアマゾンよりも安いとか思って、うんうん、これはすごいと思って、でさらにその人に交渉したら、うん、ベスト電機の私会員カード持ってて、うん、交渉したらさらに安くしてくれて、うん、3万2千円かなんかしてくれたわけ、うん、だからあもうこれは買いだなと思って、うん、そうそう神様がね、なんかこのハープ買った時も私のためだけにこうピンクのハープがそこにあったわけよ、うん、でこれ買っていいの、これ買っていいのとやっぱ15万ぐらいしたからそれはまあお金ある時だったんだけど、うん、え神様これもしかして私のために用意してくれてるよねって分かったわけ、だってピンクのハープなんてないから普通は、うん、だから見たことないよね、そう、うん、やっぱあの時あれ買って大正解だったわけよね、うん、そうやって神様があなたのためにこれ備えてんだから取りなさいっていう時があるっていうことがね、うん、そう分かってね、今回もすごい幸せなんだよね、うん、結構買い物するのにね、うん、これアスカちゃんがちょっと電気屋さんで見たいものあるからお母さんもじゃあ一緒に行くとかって連れてってくれて、うん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 、ちょっと見るとかだったらさもう15分ぐらいで終わるやん、うん、で私買い物時間かかってしまったから洗面器はなかなかないわ、そうそうそう100均の方でね探して時間かかってたよね、そう、それなんかもう何やろジュースも買わないか、あ忘れとった水も買わないかんしとかさ、うん、あメモ用紙忘れとったとかさ、うん、そんなんでもう本当にもうあの、ね、広いショッピングセンターバタ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 さすごい時間かかって買ってさ、これでもなんかもう待っとるやろなと思ってもう来るんちゃうかなと思ったけど来おへんし、うん、だからねあのどっかでねあのもうくたびれて待ってるのかもしれんと思って、うんうん、でこっちからじゃあ でもずっと見てもおらんし、うん、で電話するよりもなんかじゃあ電気屋さん行ってみようと思ったら、うんうんうん、はすかちゃんがもうなんかとろけるような顔してさなんかこれめちゃめちゃ気持ちいいよとか、お母さんもあの時横で一緒にやってたんよ、二人でボーっとしてるからここでおったんやと思って、あの時ずっとマッサージしながらさ、うん、足と背中をさマッサージしてもらいながらずっと話をしてたわけ、うんうん、おもろかったよ、そうなん、うん、話したのな、息子はねポータブルトイレ買ったらええやんって言うんだけどね、うん、娘がねなかなか OK してくんないのよねとかねあれだって買ってしまったら置いとかないかんやんかまあね、うん、あれはね今買わんかったら持ってきてくれるから、あの部屋の中にねトイレがあるっていうのがちょっとね、なんかどうみたいなそうやな、うん、その娘の気持ちもなんか分かるんやけど、そうそうそう、夜中に何度もトイレに行く人の立場からしたら部屋にあったかやったら嬉しいなっていう気持ちも分かるし、うん、保険でなんか結局戻ってくるから実費出負担は3000円でいいとかって言うから、うん、3000円だ買ってもらったらええやんって私も思ったけど、うん、だから所有してしまうと、うん、あのもうトイレを置いとかないかんっていうことだけ、うん、それだけそうやな、なんかちょっと部屋の中臭いの嫌やしな、臭くなくても何かこうね、うん、そこにあるっていうだけで、うん、なんかそこに
ほら食器とか置けんやんもう。今だったらリビングルームやん全部ベッドルーム。だからなんか好きなものね、あの孫の写真置いたりとか素敵にね、私が一応自分で選んだものとかで、あそこにポータブルトイレがあったら、まあそういう風なものを使わんと、うん、あの行かない、もうダメになっちゃったらしょうがないけど、うん、今だったら頑張ったらいけるわけや、うんうん、そうやな、リハビリにもなるしね。そうで、うん、今のあそこのシステムだったら同じそのなんか処理してくれるような値段の中で、うん、金額の中で毎晩持ってきてくれるのよ、うん、で朝になったら取あの持ってきてくれるの。だから夜は置いてんのよ。なあ、そうなん、あその方がいいよな。そうやろ、うん、その方がね、でなんかでも持ってきてくれるんがね、なんか重そうで気の毒なんやって。やっぱ話は両方から聞かんとわからんな、うん、私あの時お母さんの話さっき聞いてて、もうみりょうちゃん買ってあげたらええのにと思ってたけど、こっちからこう聞いたら、あなるほどって感じだな。皆さん話は両方から聞きましょう、ね、片方の側だけ片方の側だけ聞いて判断してはいけません。そうそう、弟はねなんかもうとにかくそんなんでね、うん、あのまあなんか夜に慌ててね行ってて転倒とかしてもう一回骨折したらもう終わりやから、うん、それをすごいやっぱね、クソ真面目な男やからな、うん、なんかもうそんなことばっかりやや言うわけよ、うん、なんかそれはそれでいいけど、そうやってこういうシステムがあるからこっちを使って、うん、昼間の間トイレがなくて夜だけ置いてもらうというシステムで今できてるわけやから、うんうんうん、そうしようとかって言って、うん、まあでもその狭間でいろいろなんやか今もずっと問題言ってるよ。今日のさ、うん、今日のさ、うん、もう取り立てほや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 のすごい証していい？今日ほら、うん、マンションのオーナーと一緒にお昼ご飯を食べに行ったんだけど、うん、その時本当は月に1回そのオーナーが、うんうん、あのまあ、お金持ちなわけですよ、うんうん、で台湾ニュースなんだけど日本語も英語も台湾語も中国語もペラペラで、うん、すごい綺麗な女性なんだけど、うんうん、あの月に1回住人たちを集めてランチをしてくれてるんだけど、うん、今日ねたまたまね全住人がキャンセルになってね、うん、ドタキャンで、うんうん、私とそのオーナーと2人だけだったの、うんうん、これ絶対なんか神様は意味あるなと思ってで当然福音は少しずつ伝えてるんだけどね、うんうん、で美味しいあそこよ、うん、プラザハウスのあのみどちゃん好きな中華、中華 はいはい、あそこ今日さいっぱいでさ、うん、駐車場が入れないわけ、安室ちゃんのあれやってたから、はいはいはい、なんかね、うん、でまあそこで待ちながらランチしてる時に、うん、お互いの、うん過去の話とかしてて、うん、彼も彼女もバリバリの経営者っていうかね、うん、できる人だから、うん、で海外もいっぱい行ってるわけ、ナスカさんもいっぱい海外行ってるよねとか言って、うん、うんって言ってた国の話をしてた時に、うん、で今度私11月からね、うん、あのアメリカへまた行くねとか言ったら、うん、えいいなとか言って、うん、私も一緒に行きたいとかって言うわけよ、うんうん、えってあのミッショントリップで行くんだよって、うん、選挙旅行ですよ、そう選挙旅行で行くんだよとか言ったら、うん、うん、行きたいとかっていうの、うん、あそうって、うんでこれ連れて行ったら絶対この人クリスチャンになるよ、だって先行く先々で宮座が起こるからさ、うんうん、奇跡とか癒しが起こってるの目の前で体験、そう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 、だから連れて行ったらこの人一番早いよなとか思ってさ、うん、うんうんうん、じゃあとりあえず私泊めてもらうとホテルじゃないから、うん、全部友達のうちだから、しかも見たことのない、うん、会ったことのない人のうちに泊まったりもするから、うん、一応聞いてみるねって言って、うんうん、でその人たちにも一応投げたんだけど、その前にまず神様に聞かなあかんと思って、うん、神様彼女を連れていくことは御心ですかって家に帰ってから聞いたらさ、ガラテヤ書のさ、うん、どっかでさテトスも一緒にそこにエルサレムに登ってとか言って、うん、彼女も一緒に連れてきなさいって来てるわけよ、うん、ええー、みたいな、そのためにこの今日のランチがセットしたんやもん、そう二人だけには他が全部キャンセルになって、うん、もう彼女の話もずっと聞いてて私の話もして、うん、やっぱ福音が伝えられてたわけよね、うんうん、ですごい興味を持ってくれてたわけ、うんマジかとか思って、うん、その人も言い出すわけよ、今日この話をするために二人だけになったのかもしれないわねとか言って、私もアスカさんと一緒に行きたいわとか言って言うから、刈り取るばかりやん、もうそうのんくりを選挙旅行に連れていくってすごいね神様新しいみたいな今までしたことないんですよ、そうよ、ね、びっくり、どの時点で信じてくれるのかなとか思ってさ、こっちから言わなくても自分から神様って本当にいるんですねって、うん、それがだからこの前のベタニアでのさ、うん、私あの弓道はしてたんだけど一緒に釣ってた男の子ね、弓道はしてたけど、うん、でもあの1時間証しをしたじゃない、うん、あの証しを全部聞いてて、うん、彼の方から最後に神はね、神はいるねってはっきり言ったわけ、うんうん、でなんか聖書も読むし、うん、これから祈るよとかってさ、うんうん、すごい言ってくれて、だから私何も本当に証しをしただけなんだけど、うん、でもあの証しすごかったよ本当、うん、山下先生もなんか良かったよ、よかったよとかって言ってたよ、本当言ってたよ、あすかちゃんに対して、そうだっけ、今日よかったよとかって、あ本当、うん、あの人めったに人褒めないからね、ねえほんまによかったよなと思って、嬉しいな、いやだからなんか要するに信じ、ね、このなんか神様が命令してるでしょと、マルコの16章とか17章とかね、うん、だからこれを、ね、あのあなた私よりも大きな御業を行いますって、そうそうそう、それ信じるのやったらクリスチャンじゃないやろとかって言ってたの、ああいうの大好きやね、あそうなんやそう
よ。だってはっきり書いてあるよ。そう、ヨハネの十二章ね、うん、そう。ヨハネもそうやしな、うん、マルコ16、17もそうだしね、うん、信じるものに伴う印って書いてあんねんから、うん、伴ってないってことは信じてないってことでしょみたいな、うん、あなた神様を信じる、イエス様を信じるものは私よりも大きな技をするってはっきり書いてあるんだから、うん、信じるものイコールクリスチャンやから、そう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 、だから自分をクリスチャンって呼んでる人は宮沢が起こって当たり前なんだよっていうのが、ね、うん、そうそう、私がなんかね、ほら台風の時になんでね、あつかちゃん一人で勝手にね、東京行くのにホイホイ行ってさ、沖縄のことちゃんとしていてよって言ったらお前がやれとかって言った話信じるものじゃなかったんや私とか受けたよねあれであの時にさ、うんうん、そう、私がほらマウスの話したやん、うん、あの、うん、なんだっけ、マウス、マウス、うん、何マウス、え、ミッキーマウス違う、ネズミ、ラット、ラットね、ハムスター、ハムスターをうちの次男が買ってきてさ、それが逃げ出してわーって言った時にさ、ママもう助けてって30分くらい格闘してんのに、だから神様に祈ったらええのにって言ってんのに全然祈らんから、うん、でも30分格闘して、うん、ママもう無理、ママも何とかしてよとか言うから、うん、ママには何ともできひんって、でも祈ったら絶対捕まるから祈ってみやとか言って、うん、しようしようとか言ってんね、うん、しようしようじゃなくてこうやって祈んねんって、うん、イエスの皆によってってね、マウスよ出てこい、私の手の中に入ってこいって言ってみって言ったわけ、うんうん、私が言った瞬間にビューンって走ってきてさ、一直線にベッドの下から出てきてよ、私の手の中にポコってくるわけよ、ええー、みたいな、私も嫌いやからネズミ、いやってこう来てんのに、いやーとかなって、ママ、ママの手のどこに来たやんか、ああそうやね、ああみたいな感じで捕まえてピッとか言ってさ、もう来いって言ったらほんまに来ちゃったからさ、びっくりしたわけよ。人に懐かんタイプのハムスター、そうなんだよ、絶対ありへんそれ、うん、ジャンガリアンとかやったらなんか人に懐くらしいんだけど、うんうんうん、それはポロナンとかっていうやつで、うんうん、絶対人に懐く、もうめっちゃ早いね、しかも、うんうん、絶対出てきひんね、干渉用やね、そう、うん、そうそう、ほんでもうソファの下の方とかに入ってもう出てきひんね、うん、それがよ、イエスの皆によって出てこいって言った瞬間、こうやって祈るんやでって言ってあげたね、ね、教えた、ただの見本やで、そうなのに来たわけよピューンって直線に、うわ怖、恐るべしイエスの皆みたいな、そんな感じだった。なんか毛の生えてる動物大嫌いでさそうそうそう、匂いも変やしとかそうそうそう、でもさ、あれが見た時に、うん、あのノアが箱舟できた時に、うん、動物たちがみんな二つ貝になってさ、うん、集まってきた、うん、あれってこんな感じやったんやろなと思ったよ。だって捕まえに行けへんやん、あるとあらゆる種類の全部動物をさ、うん、二つ貝にしてさ、うん、中に入れていくんだよ、うん、そんなん絶対無理やん、うん、だからノアがさ集まってこいって言ったらさ、みんな来たんやろ、ゾロ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 って思ったわ、それが分かったわけ。ほんでその話をみどりちゃんにしたら、私もびっくりしたのがみどりちゃんのタクシーのさ、新里さんに、あ、そうそうそう、あれしてあげて、あのね、うん、私あのプリウスのタクシー好きなんです。プリウスのタクシーねあの箱型じゃなくてごめんなさいね、箱型のタクシーの運転手さんも人がたくさんいるのは知ってますけれどもね、はいはい、うん、プリウスのタクシーで今まで本当に親切な人いっぱいあったので、うん、タクシーはプリウス乗りたいなと思ってます、うんうん、で多分ね、どっか空港に行く時かな、うん、なんかの時に、うん、あのうちも繁華街やから、うん、あのタクシーをもう流しのタクシー手挙げたら大体ね来てくれるから、うん、プリウスも、うん、で一回読んだことがあって、それが、うん、あのプリウスのタクシーだったんだけど、うん、新里さんっていうね、よく覚えてんな、覚えてるわ、いい人やったから名前をメモ、うん、そう、うん、そうメモって頭に残ってて、うん、で本当に20代のすごいあの高青年、素敵な高青年、うん、で20代のタクシーの運転手さんでもほら頭つりっぱげとかちょっとねやばい仕事しとったみたいな人もおるやん、なんかね身がギラギラ、そうじゃなくて本当に高青年、なんかもうその辺の製薬会社のね、なんかあの MR さんみたいな感じの人だったの、でもう運転の仕方もすごいスマートだし、うん、荷物も出してくれるのもすごいよくて、でこのタクシー感じいいからこれからこれ読んでいいですかって、もう私が来れるかどうかわからんけど、まあまあ、マルト交通ね、マルト交通読んでくださいとかって言われて、でも覚えてたわけ、あのもうでそれからと もうブリュースのタクシーであの人に会いたいなとかってちらっと見たこと思ったことあるけど、あのまあ普通のタクシー乗ってたわけ、でこの間またタクシー乗らなくちゃいけない、今度お客さん来てたのね、でタクシー乗らなくちゃいけない時に、あのもう早く行かなくちゃいけないから私一人でね待っててね、でどこだったっけな、あさとの交差点のところで、タクシーなんぼしてもその時って来んかったよね、で今日ってタクシーなかなか来おへんな、でもこんな時こそ神様にお祈りしてみよう、このタク、ね、箱型のタクシーすらあまり来ない時にプリウスのタクシーで、しかもあの新里さんが乗ったタクシー来ないかなと思って、もうありえんことやん、ダメ元で、でもイエス様の名前で
なあの頼んでみようと思って、あすかちゃんなんか缶詰のねなんか瓶の蓋開ける時にもちょっと頼んでるから、このぐらい私もこのぐらい頼ませてもらってえんちゃうとかって思い始めて素晴らしい素晴らしいで、あのイエスの宮によって命じるとかで、あの、うん、パリのタクシープリウスタクシー来いって、できたら新座さんのタクシー来いとかできたらプリウス来ただけでもすごいと思ったんだ、プリウス来たと思って、しかも向こうからフィューってね、向こう側の車線からさ、うん、3車線の向こうからフィューって来て、すごで乗ったら、うん、その人なわけよ、新座さんやったんや、新座さんね、その新座と両親なその全部フルネームで言うたらね、なんかちょっとね、どんだけの確率やねん、ないやろそれ、ね、だからマウス型の中に入ってくるのと同じぐらいの確率よ。それでなんかね、そうやって私前のもあなたのタクシー乗りましたよ、その時1回目すごいよ喋ったわけよ、うん、でももう緊張して言えんかった、なんか、ね、あなたのタクシー前乗ったんですって言ったら、なんか何このストーカーのおばさんみたいなとか思われたよ、なんでストーカーじゃない、たまたま向こうが止まってくれたからストーカーじゃないやん、あの待ち伏せしとってさ、自分が来るの待ってたんちゃうかと思われていろいろ考えるやんか、だからもう黙ってなんかね普通に、でも呼び寄せたんは確かやしな、イエスのみんなによってできれば新里さんがいいって、イエス様きっとできるものならというのかって言いながらよくさはったね、すいませんすいませんでした本当に緑ちゃんには優しいよな神様って、なんかね、いや本当にあれってタクシー何千台もあるよね、あるよ、ね、うん、那覇に何千台いるよ、本当にね、どれだけの確率よ、でもそのおかげで新里さんのフルネーム分かったから、うん、何タクシーの何とかさ、新里何とかさんって分かるやん、祈れるねその人のことね、きっとその人のクリスチャンになって教会に来るよ、ね、そうやね、うん、トラクトの一つ持たさないかんかったらね、もう緊張してしもってさ、なんかドキドキってその変なあれだけど、どうしようどうしよう、なんかこう変な人と思われたらどうしようとかね、すごいよね、あー、うん、ホールインワンと同じやでとか言われてほんまや、ね、ホールインワンと一緒やで、すごいよ、私そういえばさ、うんうん、この前さ、うん、私の大好きなお洋服にさ、うん、着ようと思ったらさ、うん、シミがあったの気づいたわけよ、うんうん、うわーと思ってショックだったわけ、うん、でシミ抜きなんか なくって、うん、でも漂白するのもできひんし、これはもうシミを取るのはイエスキリストの血潮しかないと、その時になんか思って、うんうん、それ様が教えたんかな、うん、ほんでイエスの血潮をつけるってこうつけながらね、石鹸水につけながらね、うん、イエスの血潮血潮ってやって洗ったわけよ、うんうん、そしたらさ綺麗に次の日取れてたの、だから石鹸だけで、石鹸だけで、まあ、だからイエスの血潮入れたんだよ、うん、イエス様の血潮入れる、うん、イエスの血潮でこのシミをなくなれって言ってさ、洗ったらさ綺麗に取れててさ、すごーって、やっぱりシミを抜き去るイエスの血潮だよ、やってみます、やってみてください、やってみてください、ほんでほら CD の証もね、うん、この前ビタニアでもしたんだけど、うん、新しい車になりました、うん、おかげさまでね、うん、あの選挙旅行から帰ってきたら、もう主人が新しい車に迎えてくれました、結構新車っぽかったやろ、あれ、そうやろ、うん、でその車に昔聴いてた CD をこう入れ始めてどんどん聴いてたら、うん、同じとこぐる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 回るやつありや、なんかもうこれ明らかに傷ついてますみたいな、うん、でも音飛んでしまう、うん、今までやったらああまあしゃあなく CD 壊れたなと思って捨てたやんか、うん、でももう取り出して、うん、イエスの血潮を注ぐ血潮を注ぐ血潮を注ぐって血を注いで、うん、でイエスの皆によってこの CD 直れって言って、うん、もう一回入れたらさ、うん、すんなり聞けてるわけよ、うん、うわ治ったみたいな、あ電子ピアノの話もすごかったよね、すごかったよ、直れっていうね、そう13、まあ祈りの歩行したら成り出したっていうね、うん、そうそう、もうちょっとこれにゃおこさんが、うん、あのなんかまたハレルヤシャロームって言ってコイン入れてくれたってます、おありがとう、それから今度初めてのなんかこう、うん、グフトハンザさん、うん、富山からの主張です、よろしくお願いします、おありがとうございます、一度乗りたいタクシーはトヨタのジャパンタクシーって何これ、ジャパンタクシーって、だからそう、うん、プリウスじゃないの、違うの、一度乗りたいタクシートヨタのジャパンタクシーですねって、うん、沖縄にはないと思いますけどね、多分ね見たことないし、そんな、プリウスのこと言ってんちゃうの、トヨタのジャパンタクシーちゃうのか、分からん、また後で教えてください、うん、すごいな、ハレルヤ、だから本当にそうそう、あプリウスではないですって、あそうですか、あ違うんだそうなんですね、ジャパンタクシーってのがあるんですね、富山 MK タクシーとかね、 MK すごいいい、 MK めっちゃいいよ、京都よ、ね、うん、私京都に小さい頃あのハートの形のね、うん、そう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 、お母さんがいつも MK しか私は拾わへんのよとか言って、うんうん、いつも MK を拾ってたの覚えてるわ、青木さんっていう社長でね、クリスチャンなのよ、あそうなの、うん、社長クリスチャン、うん、そうタクシーといえばさ、これ任せしたわけかな、うん、うちの母が信じるようになったきっかけがタクシーやってんけど、うん、うち私が安藤を出産した時ハワイで、でうちの5歳のアンジロ上の子を連れて母が会いに来てくれて、
で帰る時に雨がすごい降ってきて、バスで本当は来たんだけど雨がすごい降ってきて、でバス待っててもバスがなかなか来いひんから、でタクシー拾おうと思ってもタクシーも全然来いひん、で雨が降り始めてきた。でその時にあのどうしよう困ったわって言ったら、5歳だった上の長男のアンジが祈り始めたんやって、イエス様タクシーよこしてくださいって、でアーメンって言った瞬間タクシーがバッて来て止まって、で開けてくれたんだって。で母がびっくりして、あなた今祈ったとか言って、神様に祈ったって。そしたらずっと待ってて来なかったタクシーが目の前でパッとドア扉開いたから、本当に神様っているんだわって、その時に母が神様を信じたのよ、息子の祈りによって。でその時に母は洗礼を受けたの、ハワイで。そうだから母が信じる、私は福音伝えてたけど、それまでうーんって言ってて、そう垂れ巻きしちゃったけど、結局結果的に信じたのは、そう5歳のうちの長男が導いた。神様も用いる、幼子も用いる、すごいんだよね本当に。だからこれ本当にね、なんか私ももっともっと日常生活の中でさ、もうこのこれっていう時にだけ、ここぞという時にだけお願いするつもりで来たけども、ね、瓶の蓋開ける時とかでもねお願いするんだから、もうとにかくねもうしょっちゅ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 う、イエス様イエス様お願いしますとかって言ってみたらいいよね。言ってみてよ。だからあの断食明けになったし、牛乳飲みたい神様って言ったらね、主人がさ、ファミマからさ、アルバイトで帰ってきた時に牛乳3本持ってくるんだよ、どうしたんとか言ったら、たまたまのファミカフェあるやん、あれがさなんか間違って30ケースぐらい注文してしまったやんて、ほんであの持ってていいよとかって言って、新しい新鮮な牛乳をよ、もう残り物とかじゃないよ、新鮮な牛乳をさ3本も持ってくれて、うっそ嬉しい、神様優しい、もうね神様牛乳が飲みたいって言ったらさ、もう3分後ぐらいよ、主人が持って帰っていた。このタイミングがすごい、タイミングがすごいと思わへん？そうそうそう、タイミングと言ったらまた緑ちゃんのねエレベーター降りた瞬間にそこに、あ、そうすごいですね、今日つなぎがねすごいちょっと話がねうまいこといけるかどうか、あのある日ね、もう一つ FM 那覇でもラジオ番組、今度はちゃんと Q シートを呼ぶ、きちんとした、きちんとしたというか、ね、番組を ねやらせてもらって CM レボリューションね、そう、で、まあ、別の教団の牧師先生、福祉祭と一緒にやってるんですね、それ終わった後、なんかそのもう解散するつもりやったけど、なんかふっとね、その教会の、あの伝道師の方が入院しててね、で、まあ、そのアスカちゃんも前言ってくれてもね、ね、死の淵をさまよってた人ね、そうそうそう、私は4年前に死んでるけれども、なんかね用いられたいとかって、ね、だって全身がやったね、全然 痛みがないと言ってね、でもまあ観察室って言ってもうね死を待つような人たちが、ナースステーションの目の前の ね、でもあれで祈ったやんか、信仰告白ってか、もう一回悔い改め導いて、なんか初めてぐらい悔い改めしたみたいな感じだったよね、でもあれでだから癒されたんちゃうの、次聞いたら観察室から普通の病棟に戻ってたって言ったじゃない、次ねもう一回行ったのよ実はね、今度私一人でちょっと行っても、ほらなんかもっとこうなんていうの、個人的にうちの息子のこと祈ってくれたりした時とか、その時ありがとうございましたってほら、ちょっといい、あのもしねいらっしゃらなくなるんだったらもう早くお礼言っときたいというのはあって、なるほど、でも自分の祈りも自分の個人的に本当にこの人のことを知ってるやん、ほらあすかちゃんとかだったら初対面やったけど、前から知ってるから、あのそういうこう感情も入れた祈りとかもしてみたくて、一人行ったわけよ、でその時泣きながらなんか手を取り合って、あの祈りが終わったんだけど、で今日来てくれてありがとうって言って、その時一人で帰ったのね、でその次にそのレボリューションが終わって、なんかふっと先生のとこ行こうか、あのお見舞いに行こうかって話になって、その時本当にどっちもそんな話はしてなかったのに、先生ご夫妻もじゃあ今から行くって言った話になって、時間わかんないけど12時ぐらいかな、12時か1時に行きました、で、あのその先生の病室で、励ましの言葉を述べたりとかね、してたんだけれども、なんか、そうそう、その先あの牧師が、に対して先生、この厚田先生に、手を置いて祈ってあげてくださいねとかって言って、で祈り始めて、その時間が、6分、4、5分祈ってくれて、その後いつもだったらそのあの奥さんの方の千鶴先生もすごいお祈りがとっても深いから、千鶴先生も祈って、じゃあ私も祈ってとかでね長いことおるはずだけど、そこでピシャッともう癒し、あのなんて癒しの祈りをしたというか手を置いて祈ったから、もう今から帰りましょうとかって時間ね9分ぐらいかな、で病室を出ました、で5階のエレベーターのところで待ってました、エレベーター来るの、でそこから出てきたのが、あの朝日の当たる家でおった子でね、私の知り合いの子だったんだけど、その子がパッと出てきて、あれどうしたのって言ったら、M くんね、M くんね、みきおくんね、がね出てきてね、で
いや、みどりさんとかって、あの、うん、俺、僕のね、ゲストハウスの、あの時の知り合いが、友達が、うん、運ばれたって言って、今来たんですって言って、うんうんうん、でも、あの、強化したの命みたいで、うん、もう意識がないみたいなんですとかって、うんうん、だから一緒に祈ってもらえませんか、うん、あ、強化した命じゃないか、運ばれて意識がないから一緒に祈ってもらえませんか、うん、とかって言われて、うんうんうん、でもそのこっちの牧師夫妻はもう今から祈り会があるから行かないから、うんうんうん、じゃあ私だけ行くわねとかって、うんうん、その病室で同じフロアの病室に行ったら、うんうん、もう30ちょこちょこ向こうかな、うんうん、で何日から来た子で、うん、でも顔がもう真っ黄色になってて肝硬変だったことで聞いたんだけど、うんうん、もう人工呼吸器入れられて、うんうん、もう意識もないのね、うんうん、で神様私ここに連れてきてどうしようっておっしゃるのかなと思って、うん、そしたらほらあすかちゃんがママが人工呼吸器入れてる時に祈ってくれたの思い出して、うんうん、とにかく福音伝えないかんと思ったので、ね、うん、そんなことしたことなかったの、うん、で、あのね、庄司さんって言ったけど庄司さんって言って、うん、というかまず神様ここに私を気を使って連れてくださ、来てくださったことありがとうございます、うん、あなたの福音をこれからお伝えしますとかって、うん、で、あのもうあなた の、うん、あのいや私も含めてミキも含めてこの庄司さんも罪をいっぱい犯してきましたって、うん、そのことを本当に許してくださいと、うん、この罪のためにあなたが十字架にかかって本当に苦しんで死んでくださって、うん、で勝利して今あの蘇って、うん、あの私たちを救う罪を何だっけな、身代わりに罪を背負ってくださったことを信じて感謝します、うん、受け入れます、うんうん、で私はこ の、 あのイエス様を神様として自分の主として受け入れますって言って、ね、うん、一緒について言ってよって言ってミキオも一緒にあの後でついて言い始めたのね、うんうん、で今日から私は神様の子供ですって言って、うん、あなたとあの私と共にいてくださいっていうところまで行ったのかな、うん、でも別に涙もつつつも出へんのよね、うん、涙も出ないし、うん、無反応、うん、だから自分だけがわーわーわーね、うん、祈ってる感じでさ、で看護師さんとか2人来てさ、何してんのこの人みたいな感じで見たけども、それを気にならないわけよ、今まで人目が気になるけど、うん、気にならなくてさ、でもうあのとにかくその他のことも思いつく限りのお祈りの言葉をして、まあ、クロージングみたいなのを相手の反応はないけどして、うん、でこの人が、まあね、いつまでね、あのもしかしたら回復するかもしれんか、その時思い出してくれたらいいかもしれんしとかと思ってたら、うん、そしたらミキオから連絡が来て、うん、今日の7時49分に亡くなりました、うん、すごいよね、だからそれがさ、うん、5時間後よ、5、6時間後に亡くなったんよ、うん、それね、死ぬ前にね、うん、シトルに魂救ったやん、それがね、そうだからね、いやでもその手応えがないわけよね、何言ってんのなんかさ、その人がほら涙の一つも流してくれたらあれだったけど、分かんなかったけど、そうじゃなかったらそこに導かへんって、だって偶然はないねんから、全てが必然なんやから、 そのタイミングだよ、うん、エレベーター開いた瞬間にそこにミキオがいて、ミドラさん来て、あ、よかった、今一緒に来てください、うん、あれミキオだけだったら絶対祈れないから、うん、そんな救いの導きとかできないからさ、うん、ただ祈るだけやん、うん、でもさ、救いに導いたんだよ、うん、もうとにかくね、もうとにかく救わなくちゃと思って、つながなくちゃと思って、で自分でそんな祈りしたことないから、アスカちゃんが言ってるのいつも聞いて、うん、はんはんはんとか聞いてただけやから、うん、見よう見まねよ、もだから完全に、うん、あれ、うん、あのお母さんの人工呼吸器、うん、あの時に、うん、あのした祈り、みどりちゃんの前で、うんうん、あれをさ、あれがもうそのまんまやれってことやったわけじゃない、うん、あれにも意味があったわけじゃん、うん、ね、あそこでお母さんを救いに導いた、うん、見本だったわけよ、うん、だから私がやったこと全部みどりちゃんそのまますぐやされてるよね台風撃退の祈りも含めてね、なんかあれみたいなね、そうグループホームでもほら手を置いて積極的に祈ってるしさ、なんかどん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 すごいよね、うん、もうやらされてるっていうか、ね、おばあちゃんもね、うんうん、足が痛くなくなったわって人おるしね、そうすごいと思うよ、うん、いやでね、こう亡くなって、それでみきおがね、うん、もうあの翌日お葬式やから、うん、そしたら来てくださいって言って、さすがにちょっと仕事が詰まっててさ、行かれへんかってさ、富士山まで遠いし、でごめんなさいね、ちょっとね、うん、仕事のあれで、まあ葬儀ね、どんな葬儀やって、うん、もうほらあの仮装だけの簡単な葬儀でね、うん、であの付き合ってる彼女さんが内地から来るから、うん、その人が喪主でみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、でその時に、まあ、じゃあとにかく朝電送るわって、電報送るわって言って、うんうん、で神様にどこがいいですかって聞いたら、うん、今から読みますね、うん、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った、すごっ、私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ、すごっ、イザヤ44の22が来てさ、ほらでもこれをもう送ったわけで、これを、ね、庄司さんの魂が救われて今神様と共にいると
信じて感謝しますって自分の名前入れて。すごいな神様。教えてくれるやん神様そうやって。ここやってなんかこういう感じのところがあったよなと思って、まあ、検索もしたんだけど、うん、でここがピシャッときたわけ。うん。その時はそこが来たんでしょ、うん、朝殿何書いたらええのって言ったら、だからもう神様がみのりちゃんに教えたんや、私はその人の魂、ね、あなたがあそこへね、うんうん、罪の悔い改めとね導きの祈りしてくれたからね、うんうん、そのおかげでこの子今天国にいるんだよって、うん、やっぱすごいよね、うん、すごいタイミングやね。それこそね、うん、意識がない時に霊は絶対聞いてるから、うん、意識がない人にガン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 耳元で救いの祈りしていったらいいよね、うん、導き信仰告白ね、逆になんか口答えできんからね、できんから、ね、だからもう受け入れるだけ。そういう人ってもう絶対死の淵とかも一回見てるから、うん、絶対臨死状態にあるやんか、うん、だからすごい受け入れやすいと思うよ霊が。絶対入って言うもん、うん、肉とか魂はさ、うん、霊に戦いを挑むって書いてあるから、うんうん、魂や肉が元気な時は、うんうん、霊がどんなに信じたいと思っても、うんうん、いや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 って信じさせへんやんか、うんうん、いや私は一人でやっていきます。そう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 、だけど魂ともう肉が衰えてるから、うん、霊だけが生きてるわけやん最後に、うん、その霊は神様のとこ帰りたいわけやから、うん、ずっと信仰告白に導いたら入って言うからさ、うん、私だからターミネーターの病室行きたいのはそういうとこにあるわけよ、うん、もう死にかけてる人のとこに行ってさ、うん、妹でバン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 救いに導きたい、うん、本当これが理想。わかるわかる、うん、なんか一回ねオリビアム病院で、うん、ね、あの講演会があったんよ、うん、それはねなクリスチャンナースのなんか親玉みたいな人が来てね、うん、でもそのタイトルがね、うん、あの週末の現場 で、うん、あので医療従事者とかね、その時間できる、うん、ケアギブナースができる、うん、あのスピリチュアルケアみたいなこと言ってたから、だからねあのスピリチュアルって言ったらこう大きな広い意味じゃない、うん、でそこをね90、100人ぐらい人がもっとかな入ってたんだけれども、うん、リベ病院 の街道のところ、うん、私もそれ誘われて聞きに行ったんだけれども、うん、でなんかもう全然ノンクリスチャンみたいな人がいっぱいいてるわけ、うん、だけどその先生そんなにね、ね福島千恵子先生っていうのかな、うん、その人の話がもうストレートでさ、うん、あのまあ、とにかく週末の患者さんにできるあなたたちが医療従事者ができる唯一のことは、うん、この患者さんと神様の関係を回復することだけですと思って言ったわけ、うん、かっこいいこのお姉さんかっこいいと思ってさ、うん、でもそれをね聞いたノンクリスチャンっぽい、ね、人たちがもうざわ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 してるわけもうそういうのずっと90分ぐらい喋ってかっこいい、だからかっこいいわこの人と思って。今さこのにゃおこさんのさ、うん、今も駐車場で、うんうん、満車表示なのに伝えだけ入り口近くに空いていてはる、うん、この入り口近くとかさ、うん、この一番いい場所って神様くださるよね、はいはい、そうだよね。今日もだから安室ちゃんのあれがあってもう満室して全然動かなかったのよ、うんうんうん、ずびんな車がずらーっと待ってんの、うんうんうん、でも神様お願い私これからランチの約束があるから1台だけ開けてよねって言った瞬間に目の前の車がポーって私の目の前の車がいなくなってよスーッと入れたわけ、うん、これほんとすごいよね神様の備えってね。これね私のその本当に経験のクリスチャンのね、うん、クリスチャンの上司と一緒にあの行動しててね沖縄に来られてて、うん、でもう3位のメインプレスいっぱいなのよね、うん、でもその上司はね神様に頼んだらね、うん、あのその私のね娘がよく言うのって言って、うん、ママ駐車場探したことないよねって言うから必ずお願いするからね、うん、その時もいっぱいだったんだけど入り口の前が、うん、今開いたよとかってね普通に言うわけ、うん、あ開いたと思って それ自分はやったことなかったからさ、うん、ぐる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 回って探してたけどね。これすごいよ皆さん駐車場がない時にね、うん、イエス様天の父様駐車場私のために伝えくださいって言ってみて、うん、絶対開くから目の前のいいとこ開くから。あとね東京とかで、うん、大阪満員電車でね、うん、もう疲れてる時に座りたいと思った時に神様席開けてって言ったら目の前の人立ってくれはるよ、うん、だから降りはるよ、うん、本当にこれすごいお神様すごい何でもできるんやなって思うわ、うん、騙されたと思ってやってみてくださいね。ほんま、でこのにゃんこさんもね、うん、実はすごいすごいのよこの方、こうやってここでこうやって知り合いになったじゃない、うんうんうん、ほんで京都での礼拝の時にそう、うん、来てくださってよ、うんうん、で最初に会った時に印象と全然違うなってここで、うんね、会話してたのと全然違うなっていうぐらい、うん、ちょっとどっちかって言ったら暗かったわけよ、うん、であなんか病気たくさん持ってますみたい な、うんうん、なんか悪霊によるなんかあります、うんうん、多分こう寝れな不眠障害、うんうん、睡眠障害とか、うんうん、なんかいろいろあった、うん、だけどその時に礼拝の中 で、うんでまあ、祈ったら、うん、なんか全部癒されていって、うん、帰る時顔がガラッと変わってすごい綺麗な子になってて、うん、あれ最初に会った印象と全然違うけどって、うん、で2回目に会ったらめっちゃ綺麗になってて、うんうん、えこんな綺麗な
人やったっけ、うん、っていうぐらい。ほんで最近さ朝の祈り会とかでめっちゃいい祈りしてくれるわけよ、うんうん、なんかどん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 成長していってくれてさ、祈りの歩行とかガンガンしてあるわけ、うん、祈りの歩行してさ勝ち取ってるわけよ、どんどん京都の周りをさ。でそのなんかあのカウンターアタック食らって犬に足噛まれたりとかもしてるんやけどさ、それがめっちゃおもろいねん、なんか ねえにゃお子さん。その前のルフトハンザさん、ね、ジャパンタクシー、ジャパンタクシー、タクシー専用のタクシーだそうですね。画像送れんからなとか言って、うん、送って、グーグってみます、グーグレカスとかいう言葉あるもん、ね、すいません。そうそうそう、はい、本当にね、まあ、ね、で昨日はね、うん、私の友人がね、うん、あの大手の HP って知ってる、ヒューレットパッカード、うん、知ってる、うん、での結構偉い人やね、うんうん、サープル百貨店時代に、ね、結構そうそう、うん、サーバーをね、うん、あの貸してくださる、うん、まあ高いねんけどね、うん、結局そこにしなかったんだけど、まあそうお世話になってた人で、うん、その人が家族で遊びに来浮きしてるっていうから、うんうん、でヒルトンに泊めてはってんけど、うん、迎えに行って、うんうん、でご飯食べて終わるかなと思ったら、うん、セール様がさ、うん、家に呼びなさい呼びなさいって言うわけ、うん、って家で呼んだらもう大変や、うん、ご飯作ったりとかすんのとか思ったけど、うん、でも愛を示しなさいって言うから、うん、分かったって言って部屋の掃除して、うん、で子供もちっちゃい子供もいたからね、うん、家に連れてきて、うん、でゴーヤチャンプルとかもね、うん、先にパンケーキも食べたんだけど、うん、で家連れてきてゴーヤチャンプル作って、うん、でいろいろもう久しぶりの話をずっとしてて、うん、奥さんと3人でね、うんうんうん、で梨を出したわけよ、うん、そしたらいや僕梨は食べれないんだよとか言って、うん、なんでこんな美味しいの、うん、美味しいよね、食べたいんだよ、食べたいんだけど、うん、バラ科の食品にアレルギーがあるって、いや分かりにくいね、分かりにくい、で桃とかいちごとかリンゴとか全部そう、うん、そうそう、だから果物全般結構ダメらしくって、うんうん、それもったいなくないとか、もう食べたいんだけど食べれないとか言って、あのねって、私の信じてる神様は全知全能だからアレルギー簡単に癒せるのよとか言って、でいろいろその、うん、須藤さんのね香辛料アレルギーが治った話とかしたわけ、うん、これしたよね、須藤さんもともと香辛料アレルギーで、うん、お昼ご飯の時にカレーが出ても食べなかったから、うん、なんで食べないんですかとか言ったら、うん、いやちょっと香辛料があって、うん、でも神様は信じてるんですよね、癒されますよとか言って、うん、ああそうですかってヒヤヒヤ、うん、イエスの皆によって癒されよって言って、うん、で食べてくださいとか言ったら、冷や汗流しながら食べて、今にも晴れ上がってくるかと思ったら何ともなくって、うん、で癒されましたね、うん、今も何でも食べてはるんだけどね、そういう話とか、はい、そうかな子もほらかな穴吹きらしいになってしまう貝アレルギーだったのよ、治ったよね、治った、うん、あの話とか、うんうん、4歳の女の子が小麦アレルギー治った話とか、うん、それをパンパンパンって立て続けにして、うんうん、だから食べたいんだったらね、うん、信じたら癒されるけどどうするとか言ったら、うん、信じるとか言うから、うん、OK っつって、うん、信じる、そう素直なのよ、素直なのは賢い人なんだけど、でイエスのみんなによってそのねバラアレルギー全部完全に癒されよって言って、うん、言った瞬間よパクッと食べたわけ、早っとか思ってその信仰に神様答えたのよ、奥さんはさもう目ばっかりやめとやめとけやめとけとかってもう奥さんが知ってるわけよ、どんだけ症状になるかっていうのを、だからって言ってるわけ、うんうん、でもその間もなく食べたわけよ、すごい、そうほんでもう奥さんはさ今でも晴れてくる、ね、でしょ、うん、すごいでしょ、うん、クリスチャンじゃなかったんだよ、その時までのんくり、うんうんうん、でもその癒された話をパンパンパンってして、うん、癒されますよって言ったら、うん、もう祈った瞬間、うん、食べたわけよ、何にもないので、結局その後も食べてさ、うん、全然大丈夫だった、もう完全に癒されましたから、いちごも食べれるしリンゴも食べれるし、うん、桃も食べれますよとか、うん、喜んで帰らはってさ、すごいよね、そういうだからさ、こうちょっと大手企業の偉い方、自分よりも偉い方よ、うん、そういう人にさ語る時ってどっから神様入ったらええのみたいなさ、うん、ね、自分の部下とかやったらさ、うん、簡単やちょっと上からでも話せるやん、うん、でもこうクライアントであって上の、うん、目上の方にどのように話したらいいんでしょうか、神様ってちゃんとヒントくれたよね、こっからこっから攻めながらね、 でそのさ子供の名前がさ、うん、サラっていうの、うん、ね、奥さん、アブラハムの奥さん、そうよ、うん、でね、なんでサラってつけたんですかとか言ってね、うん、いやなんか分からんけど響きがいいからって、うん、サラってね、あのイスラエルの元いであるアブラハムの奥さんの名前なんです、うん、とっても綺麗な奥さんでねとかって言ったら、うん、そうなのって感動してはって、うん、であのね、この子がね一番最初に覚えた単語はね、おっぱいとパパとママなんだけど、うん、最近ずっとねアッパーアバーアバーっていうのをどういう意味か分からなくてっていうわけよ、うんうん、あのねそれはヘブライ語でお父さん、天の父よ、天のお父ちゃんっていう意味なんだよとか言ったら、うん、ってすごいびっくりしたはってでその子ね、うん、最初から私を見た瞬間にニコーって笑ってね、うん、私の背後にいるずっとこうやってね追ってるわけ、こうやって目が
私の背後見えてるのよ絶対。で途中でね上とか見上げてね空間見てよく目キョロキョロすることないですかって聞いたら、うん、ありますありますっていうの、うん、それね私たち見えてない天使とかね、うん、イエス様とか見てるんですよって言ったら、うん、そうなのとか言って親もちょっとびっくりしたはったけど、うん、だからアッパーっていうところがすごくない？すごいすごいでしょ。しかも名前がサラって、はい、もうなんかさ福音語る要素まんまお膳立てすごいやろだから私どっから語ったらええのと思ってたけども神様がずらーって用意してくれたはってさもうすごいけどと思って。だからやっぱ福音伝える時も自分の力はいらん、うん、祈るだけ。どうしたらいいのって言ったよね。そう神様が語ってねって言ったらもう全部用意してくれてはる。楽よね。楽よ。主と共に生きるってどんだけ楽なんと思う、ね、どんだけ今まで自分の力でしんどいね頑張ってきたか。そう聞いてくださってるね電波で聞いてくださってる方もね、うん、YouTube で聞いてくださってる方もね、うん、本当に楽ですよ。楽、うん、信じると楽です。そう自分の力を一生懸命頑張らんかってもいいっていうことを、うんうん、まあうちらは頑張ってしまうタイプなんだけど、ね、頑張ってきてなんかちょっと成功体験があっちゃったりなんかしてるからね。そうそうそう余計ね立ち悪いんだよね。そうすると手放すのが大変なんだけどね一個一個手放すことを教えてもらってるよね、うん、そうだよね、うん本当に。いやでもその人の信仰すごいね。パクッと食べるのがすごいでしょ、ね、須藤さんだってちょっとドキドキしながらそうだよ冷や汗取らせながら食べてクリスチャンの方がおじけづいてんのにさのんくりのその人の方がパクッとか食べるからすごい信仰やなと思って。すごい人になるよね。ねえ伝道者になるね。ねえ本当に今日のあのマンションのオーナーも絶対伝道者になるわ。ねえそういうこうちょっとなんかあの啓蒙力のあるというかね。そういう人たちを影響力のある人を神様、ね、取っていきなさいって言ってるよね。そう、そうよ。だって大きな会社のええポジションにいる人よ、うんうん、でこの人が救われたらね自動的にこうシャワーのようにね、うん、そう部下もそう人望もある人だからさ、うんうんうん、そうなのよ。そういう人を神様ねなんか選んでね連れてきてくれはんのよ。ねえもうじっとしといたら連れてきてくれる、ね、連れてくれる。こっちから動かんかってもいい向こうから来てくれはんねん。わざわざ東京から沖縄まで本当にすごいわ、ね、すごいよね。うん、なんかもう準備できてる人を神様送ってくださるんだなって ね、うん、祈ってるからやけどね。 毎朝毎夜祈ってるしね、うん、祈りの中でほんまに整えられていく。うん、うんなんかすごかったわ今回もね。トリップ行っててもね、うん、あの岡山とかでもね、うん、なんかピタッと私が岡山に行く前日ぐらいに、うん、飛鳥さん今沖縄ですかとかって岡山の人からかかってくるわけよ、うんうんうん、であのね明日から行きますけどとか言ったら本当ですかとか言ってなちょっとお会いしたいんですとか言って、うん、あそうですかじゃあって言って岡山行ったら来てくれはって、うんうん、でその人がね、うん、なんかまあ、いろいろあったわけよいくつか、うんうん、だけど個人的にあって、うん、まずなんか肩が痛いとか、うん、なんかあの便秘でねとか言って、うん、あ便秘は簡単ですよって、うん、もう腸に手を置いてねってイエスの皆で癒されよあの腸よ動けって言ってくださいって言ったら、うん、えーとか言って、うん、イエスの皆で腸よ動けって言わはって、うんうん、でその後さなんかすっごい1週間出なかったのがね、うん、いきなりドバッて来てもうアスカさんあのイエスのみなってどんだけですかすごいですねって連絡が新幹線の中私が乗ってる時にあったわけで、そうそう経済の、まあ、開口一番ね経済の祝福を祈ってほしいんですって言うわけよ、うんうん、だからお金がなん、ね、全然たまらんのですって、うんうん、ってかもうなくなっていくばっかりなんですって言うから、うんうん、あのそれ経済の祝福に乗る前に、うん、十一献金やったことありますかって聞いたら、うんうん、クリスチャンなんよ、うんないですっていうのね、うん、だからダダ漏れになるんですよって、うん、まず経済祝福されたかったら、うん、まず自分から神様のものをね、うん、神様にお返しするっていうことをね、うん、マラキの3章に書いてありますよって言って、うん、で、まあ、のもらった金額の 10% を神様にお返しするってことをまずしてみてください、うん、そしたら必ず祝福されますからって言って、うん、で経済祝福してくださいって祈ったわけ、うんうん、そしたらね次の日にね、うんすごい長年離れてた息子がね、うん、ひょんと帰ってきてね、うん、お母さんに借りてたお金返すわってポーンと置いてったんだって、うん、すげえ。すもうびっくりしたって似てないあのアンジの話に似てるわ似てるね、うん、あの時も100万円必要とか言ったら息子が来て100万私に渡してくれて似てるな。お金のこと分かりやすいよね神様ね。分かりやすい本当に分かりやすい、ね、うんあれは言ったっけ、
カラオケでバイトしてる子で最近救われた子なんやけど、うん、なんか解放のミニストリー受けて、うん、でタバコとお酒となんかゲームとやめられんかった子が、うんうん解放のミニストリー受けて、うん、なんか全部いらんようになって、うん、そうそうそれまで献金回ってきた時に100円だけ用意してるわけよ、うん、だからもう100円しか入れてないわけ、うん、これはちゃうやろと、まあ、クリスチャンになったばっかりやから、うん、救われたばっかりやから、まあ、しゃあないなと思ったんやけど、うん、教えたわけよ。あのね11献金って言ってお給料の 10% を献金すると本当に祝福が来るんだよって言ったら、うん、それはアスカさん無理ですわって、うん、だってもう給料少ないし、うん、この生活費でもギリギリだから 10% も出したら、うん、もう絶対俺破産ですとか言うから、うん、そう思うでしょって。でも先に出すわけよ、そしたら必要は絶対満たされるからって言ったのね、うんうん、そしたら分かりました分かりましたってなんか不満げ、うん、不安げに帰っていったんだけど、うんうん、次の日まだ電話かかってきて、飛鳥さん聞いてくださいって、うん、LINE かな、うん、あの解放のミニストリーを受けてからもうお酒からもタバコからも解放されて、ゲームからも解放されたから、うん、そこにかかってたお金がいらんようになって、うん、そのお金を全部計算したら、うん、なんと給料の 10% だったんですとか言って、だから十字献金ができますとか言って、そのお酒とかタバコ捧げたら十字献金できるっていう、そういうことだから絶対できひんって言ってたのに、うんうん、お酒とタバコやめたから、うん、ぴったり10分の1でしたとか言って喜んで喜んで、それ以来その子すごい変わったの。私も僕もキリストの弟子にしてくださいとか言って、うん、僕も伝道者になりたいですとかって言ってさ、カラオケでバイトしてた子がさ、もうこの辺に悪魔がいて、もう僕にこの辺悪魔が語りかけてるんですよって、うん、僕の中に黒い竜がいるのが分かってるんですよって言ってた子よ、うん、本当にいたの、すっごいでっかいのが。だからメール子がずっと見てて、うん、いやもう私絶対この人のそばに行きたくないって言ってたような、うん、でももう戦ってたら、うん、もう最後にイエスの名前言って、その黒い竜出ていけとかって言ってずっと追い出してたら、1時間半か2時間後にボコーって出て行って、うん、もう煙のように真っ黒、うん、うわーって渦巻いて出て行った、うんうん、何人か目撃して、そう、それからすっきりして、はあってもうすっきりした子なんだけど、それでよ、うん、もうそれまでタバコとお酒と、うん、もうタバコボーンと置いていったの、もういりませんとか言って、すごいよねこれもね、うん、その日のうちに自分からタバコ置いて帰る信仰、うん、それに神様答えて、すごいね、うん、だから神様でもなんか計算ちゃんとするんやねんから、タバコがね1箱何いくら、この頃いくら、270円かタバコ今高いで、高いのもっと500円するの、うん、400円ぐらいする、うん、でそれかける何個月に何個のね使ってるよねとかね、うんうんうん、あとお酒はこんだけとかで全部計算して、十字献金に計算してこう合わせてくれたよね神様がね、すごいよ ね、 ね、どんだけよ神様の緻密なこの細かい芸が本当に神様そうだね、びっくりするし、ね、なんかライブ終了じゃない、間違えちゃった、え、そうな、開始します、はい、はい、でみどりちゃんのほら、はい、あの、うん、植地さん、あ、そうそう、これね結局シリーズで3回目になりますけど、ね、もう簡単でいいですよ前置きは2つ前にお話しした、うん、エデンハウスの近く、うんうん、あ、同じ建物の中かな、うん、その西ベタで、あ、うん、西原ベタニアチャーチで会った方の話です。朝日、うんうん、のアタリエで私は働いてました、うんうん、そこで、一番気の毒そうな人、うん、もう本当に背が高いけれども、うん、もう目がうつろで、うん、本当に他にも気の毒そうな人がいたけど、この人が一番気の毒そうに思えたから、うん、私はその人見るたびに神様この方と共にいてくださいって言ってお願いしてた、うん、その方だけ、うん、でもその人が朝日からエデンに移ったことを、うん、その今年の6月かな、ちょっと別の領事で行った時に分かって、うん、でその西原ベタニアチャーチの礼拝に参加されてたんです、うん、朝日の方では下のベタニアチャーチの礼拝参加してるの見たことなくって、うん、エデンに移ってからその人は参加された、うん、でその時にね顔を見たら本当に気の毒そうな人で、もう色が土色の顔しとったの、朝日で、その時 でも西原で見た時にはもうツヤツヤして、うん、なんか小麦色のツヤツヤ、すごい素敵な感じに見えて、こんな素敵な人だったんだって、背の高い人だったんですよ、うん、で私朝日で会いましたよねって言ったら、うん、はい会いましたって言って、うん、で宮古島の出身でなんとかとかで言ってくれて交わりをして、うん、でそしたらここの管理人の人、管理人もしながら、まあ、クリスチャンの人が、うん、このウェズさんね、うん、来週洗礼受けるんですよって言って、うんうんうん、ああよかったですね、あれね、そんな時に立ち会えて嬉しいって言って、うんうんうん、でもまあでもちょっと足が痛いというか、その癒しの祈りとかをしてね、千賀さんと一緒に、うん、でそれで帰っ
ったんですよ、まあ、だからその時に私西原に行くつもりなかった、もうしんどいから那覇に帰ろうと思ったけど、神様がハンドルで左へキレキレキレとか言うのと、うんうんうん、あと西原とかでいろんなところからメッセージが来るから、うんうん、メッセージがもう目に飛び込んでくるから、うんうん、神様の御心やと思って、うん、もうしぶしぶ疲れた体を引きずって行ったら、うんうん、その美しいね、うん、変わった美術を見ることができて、神様ありがとうございました、うんうん、で終わりだと思ってたのね、うん、そしたらこの間ちょっとあのプロミスキーパーに用事があって行った時に、うんうん、そこ の, あの支配人の人がみどりさん知ってるって言って、この人のこの2人亡くなったんよって、そのうちのこっちみどりさん知ってるんじゃないと思って写真見せてくれた、ウエッツさんの写真だったので、召されたんだと思って、うん、昨日とかって、うん、だからあの時無理やりね、みどりちゃんあそこに連れて行った神様は、彼が変わった様子をみどりちゃんにちゃんとあなたの祈りが聞かれたんだよ、私は聞いたんだよっていうのを見せてくれはって、その後彼はちゃんと天に召されていったっていうね、すごいよね、あの時みどりちゃんがそこに行かへんかったらさ、分からんかった、分からんかったよね、祈りが聞かれたってことが、気の毒やな、もうね気の毒そうな人だったけど、本当に気の毒で終わっちゃったなとかと思ったけど、でももう救われたって分かった、目に光も入ってたし、これからもう元気にねクリスチャン生活を送るものだと思ってたけれども、もう召されちゃったんだっていうね、あの寂しいなと思うけど、でも幸せなんだよ、ウエチさんからしてみたら、今イエス様の元にいるんだから。その人なんかね、国体のバスケの国体の選手だったんだって、すっごい背の高い人なの、だからね、もううなだれてるけれども、うなだれてても普通の人の身長ぐらいになってか、本当に大きい人だったんだけど、そういう人だったの、その人がなんか肝臓壊してね、肝硬変じゃないけど、ずっとね病気でもう足もね引きずってた方だから、今はまたねすごい天国で、ね、バスケットされてるのかなと思ったりね。そうやね、うん、してるしてる、ね、会えるかもね、会える、あ懐かしい、ね、楽しみやわ、なんかもうなんか最近ね、なんか天国のこと思うとね、なんか懐かしいっていう懐かしさがこみ上げてくるの、なんでやろ。でも賛美歌にあるよね、懐かしでしょ、懐かしきっていう、でしょ、イエス様のこと懐かしって表現するよね。そうで、なんかね、イスラエル行った時もね、初めて行ったイスラエルの時にね、なんか懐かしいと思いが来てね、でね、おかえりって声が聞こえたわけよ、おかえりって初めて来たのによ、でなんか懐かしいなっていう思いが込み上げてくるわけ、だからなんかきっと私たちのやっぱり天のふるさとなんだろうなっていう気が、それがなんか近づいてきてるのをなんか最近ちょっと感じるんだよね、時々ね、飛鳥ちゃんのメッセージもそうだけど、なんか力ある先生のメッセージを聞いた時に、あの神様がどんなに、それこそ私たちの祈りに耳を傾けてくださってるとかね、本当に私たちのことすごい興味持って本当に愛してくださってるっていう思いを、あの感じた時に、懐かしい嬉しい感じがするんだけど、もう一つ逆のことを言うと、私もう小学校の時にその父親とね、母親と弟と4人でよくドライブとか連れてってくれたんですよ、四国の中のね家とかね、でそこでなんか家族でなんか温泉入ったりとかしてね、着替えたりするじゃない、その時にはお父さんといるの、お母さんともいる、弟ともいる、家族みんなでいるのに、なんかね、嫌な、あの楽しい旅行なのよ、で別に仲悪い家族でもないんだけど、あのママもおったんだけども、私のいるところはここじゃないんだけど、なんかすごい遠い、うまく言えないな、なんかね、あの居心地が良くない感じが時々家族で旅行してる時に思ってたの、それと逆なのね、神様のことを考えた時に、何なんだろうね、肉の家族と霊の本物の帰る場所が違うっていうのが、最近私もなんとなくすごい客観的にパッパッと瞬間瞬間分かる時があるんだよね、そうだから懐かしいっていうのすごい分かるし、賛美歌の中で、私が本来いるべき場所は、ここは仮の姿よっていう、本来いるべき場所ここじゃなくて、私たちの国籍は天にありますとはっきり書いてあるから、こうここ別のところに私たちは国籍があるんだよっていうのが最近なんかすごいね、感じるんだよね、多分ね、そういう天国に行ったら、家族で旅行に行ってね、温泉に入って帰りの脱衣場で感じたような、こうあのなんだろう、嫌な感じ、寂しい感じ、遠い感じ、乾燥した感じ、うまく言えないけど、早く逃げ出したい感じ、家族といるのに、その感じはもうなくなるんだろうなって、
クリスチャンになってからあの時のこと思い出し始めたんですよね。そうか。でもね、本当ウェッツさんのこと神様見せてくれて、だからなんか大事なのはこの人、私この頃だからとにかくあの、ま、道歩いててもね、気の毒そうな人通ってるやん、特に精神病院の前とか行くから。で最も気の毒そうな人、自分のその身の前、もう全部の人をつなぐって私できないから、あこの人気の毒そうやとか、なんかこれ障害があってね、歩くのがびっこ引いてたりとかさ、そういう人結構あの大道の中央病院の向こうの田崎病院の前とかに歩いてあるわけよ。あこの人気の毒、生まれた時からこんなのかなと思ったら、神様この人と共にいてくださいお願いしますとかって言いながら、あの通勤時間かな、よくそれをやってる。でこれはねもう自分の気休めやったんですよ、ウエッチさんを見るたびにね、あんまりにも気の毒そうやから、もう歩くのもおぼつかない感じだったから、もうこの人と共にいてくださいって言って、もうそれじゃないと自分の心がなんかこう落ち着かない、あの祈らないといたたまれないぐらいの感じだった。でも気休めに祈ってたつもりだったけれども、神様は聞いてくださってたんだなっていうのがね、すごい分かって、今回すごい手の込んだことをして見せてくれて ね山内先生と約束してたの、山内先生忘れとってさ行ったらおれへんのよ、ねえ上地さんがおったっちゅう何なんだって。でも全てのこといろんなことがあるけど、うん、全部神様がやっぱり、うん、目的はここみたいなことをさ、そうだね、今回はね、うん、名古屋でね、うん、初めてまた、あの先天性の病が癒されたっていうね、はいはいはい、病っていうかこの、生まれつきね、骨が曲がってたのね、腕の骨が。でそれレントゲンで見せてもらったの、で曲がってるわけよ腕の骨がね、でそれによってちょっと障害が出てきて、なんか字書こうと思っても震えてしまってちゃんと書けないとか、もう肘ついたら痛いとか、しびれが来るとかで、もうずっと医者に行っても、あこれもう先天性だから生まれつき曲がってるから、もうどうしようもないと、もう手を大事にするしかないですねって終わって治療してもらえなかったんだって。でも痛い、でも神様だったら絶対治せないことはないっていう信仰で礼拝に名古屋にね来てくれはったわけよ。でみんなで終わった後に祈ったわけ、でこうやって手伸ばしてくださいって、ちょっと長さが違うのね、伸ばしてくださいって、でイエスの皆によってその手、左手も伸びよ伸びよ伸びよって、両手の長さ揃え揃え、骨を伸びよ伸びよ伸びよってみんなで祈ったよ。とかって大声張り上げてるわけ、触ってないんだよ私たち、横でこうやってさ、その手を伸びようって言ってるだけ、でもとか言ってるわけ、触ってないのに、触ってないのにどうしたのって言ったら、引っ張ってる、誰かが引っ張ってる引っ張ってるって言うわけよ、誰も引っ張ってないっつうのみたいな、でいや痛い、ああ伸びる伸びる伸びるとかって言ってるわけよ、だから誰かが引っ張ってるんだって、誰も引っ張ってないんだよ、20人ぐらいそこにいて、で一人でああとか言ってるわけ、ほんで見る見るうちに手が伸びてくるわけよ、でピタッ両方って長さが揃ったわけ、で揃ってで、はぁーとか言って、なんかしびれが取れた感じがしますとか言って、少しずつ分かるんだよね、骨が伸び、で結局次の日になんか物が、あちゃんと字が書けるようになってましたとか言って、で肘ついても全然痛くない、いやもう神様本当に癒してくださったんですって言ってさ、もう喜びのラインが入ってきてさ、みんなに報告があったんだけど、だから、もうレントゲンで見て曲がってるわけ骨が、あれが伸びたんだっていうのが、みんながそこにいて20人が目撃して、先天性でも癒されるって、でもっていうか、まあ、神様にね、できないことはない、そうそうそう本当にすごかったわ、できるものなら癒されるというのかだよね、ねえ、ね、本当に生まれつきであろうが、そう関係ない、切ってしまった後でも足でももしかしたらね、もしかしたらないか、信仰があればね、出てくるって言ったよ、出てくる、ね、うん、出てくるよ、だって私の歯だって出てきたんやから、同じよね、歯も同じよ、ね、同じ骨やもんね、でそろそろさ、なんかもうほら、老眼の友達が多いわけよ、私、同じ同級生がさ、みんななんか小さい文字、あそこそんな文字読めんのって、聖書私がこう読んでるとさ、もう読めへん読めへんとかって言うわけよ、みんな眼鏡取り出すわけ、で私それだけは嫌だなと思って、眼鏡かけて聖書読むのは嫌だとか思って毎朝なんかちょっと見にくいかもと思った瞬間に、イエス様の血潮、私の目薬を一滴二滴とかやって、老眼になってはならないって言うわけ、そうするとちゃんとピカーって開いてさ、読めるようになるわけよ。だからで耳もね、あの
私母が耳悪くって、うん、おばあちゃんも悪いわけ、うん、だからどっかの段階でこう継続してるんだよね、うん、でそれはもう呪いを断ち切ったわけ、うん、イエスの名によってこの渡辺家の中で呪いを断ち切るって、うん、だから私にはならないって分かってるけど、うん、耳に注いでるわけよね、うん、血潮、うん、そうするとすっごいなんかね隣の声まで聞こえるぐらいのね、うん、向こうの方の地獄耳そうそうそう聞こえてくるわけよなんか、まあ、神様がパッて開くのかもしれんけど、うん、ほんでさもうとにかく目と、うん耳と鼻と口と嗅覚と全部注いでるわけそしたら最近なんかさ嗅覚もすごい良くなってきてさ、うん、いい香りはいいんだけどさなんか変な香りまでさ、うん、ちょっとここ匂わへんみたいなのがすごい敏感になってきてさ、うん、ね結構辛かったりするんやけど、うん、とにかくその感覚は血潮を注いでいくとすごい研ぎ澄まされていくっていうのが分かる、うんうん、本当にすごいわ、ね、試してみましょう ね, ね, ね、うん、何とかでもねなんだっけ私なんか今なんか言おうと思って忘れてしまったなんかアスカちゃんの証の中で、うん、あのすごいなと思ったやつがあったんだけど何だっけ何だっけあの水曜日に話してくれたやつの一つ麻痺が癒されたやつ聖霊派のあ福音派の教会がどんどん聖霊派に変わっていくっていうのね、うん、ていうかあの異端みたいなところああそう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 すごかったよ ねえ、うんそうなんですよ、うん、その先生がもうだって教団から抜けるわとかって、うん、その日のうちに決めちゃったのその日のうちに離脱しますとかってみんなの前でよ私この教団から離脱します決めましたとかだって昨日今日なった教団に入ったとこじゃないんでしょ25年間一回もだから部外者読んだことがなかったんだよね、うん、その教団以外の人を話を聞いてなかったから、うんうん、その教団の教えしか入ってないでしょ、うんうんだからインスタントな癒しとかさ、うん、なんかそのこそ悪霊追い出しとかさ、うん、祈りの歩行とか知らんかったわけ、うん、でも私のブログを読んでくださってたみたいで、うんうん、半信半疑だからもうほんまかなほんまかなって思ってたと思うんだけど、うんうん、たまたま久しぶりにブログを私のブログを見た時に山形に来るって私が書いてあったからそれですぐ電話をくれたんだその時だから山形別にあてもなく行かされそうなそうなの私、うん、そう東北縦断する時に山形に行くって書けって言うわけよ、うん、山形行かへんでしょ神様って、うん、書けなさいって、うん、どこに行くんですかいいから書きなさいみたいな、うん、分かりましたって言って山形行きますって書いたら、うん、5分後に上げた直後5分後に電話かけて、うん、山形に来るって書いてありますどこに行かれるんですか、うん、あ行くとこなくって神様にどこですかって聞山形に書けって言われたから書いたんですがじゃあうちに来てくださいって言われてあれすごいよねすごいそれもタイミングよねああれも多分すごいよ、ね、神様がちゃんと備えてるから書きなさいって言われて私はそれに従ったらええだけやのに従順するだけよねそう従順するだけ神様のことも、ねうん、でも行くあてないのにさ嘘つきになるやんか、うん、山形に行きますってさ、うん、行くあてもないのに書いたら私嘘つきやん、うん、みたいな、うん、行ってなんかねあのちょっと観光して終わりみたいなね駅の周り回って終わりみたいなねそうそうそうで今回またすごかったなかった、うん、そうそう思い出した、うんうん、なんかさあのほら家のあれでさ、うん、どうしてもあの変わったわけよ10月1日が最終のお金の渡す契約日だったのが、うんうん、向こうの先方の都合で9月28日に変えてほしいって言ってくれて、うんうん、で28私どうしても関西にいるから、うん、その時東京に行くのが物理的に無理なわけよ、うん、西成とかもあるし、うん、いやそれはちょっと無理ですって言ったら、うん、じゃあこっちで代理通して全部やるから、うん、あの銀行にだけ行って、うん、銀行の調整だけしてほしいって言われて、うん、そのりそな銀行がさ沖縄にはないわけよないなだからこれはもうじゃあもう身内やったらいいって言うからじゃあもう関西にいるうちの息子に指示して実印を送って銀行行ってもらって窓口でやってもらってとか考えてたところを主人がポロッと福岡行ったらって言ったわけよ、うん、あそうか一番近いの関西まで行かなかったも福岡にはあるんかと思って、うんうんそうか福岡って言った瞬間あの祈り会のメンバーのさ、うん、毎朝 LINE で祈ってるじゃない、うん、100何人40人の、うんうん、うちのすごいその中の一人で福岡の人がいるわけよ、うん、でその人が前から解放のミニストリー受けたいって言ってて、うん、沖縄に何回か来ようとしたんだけど、うん、妨げられて来れなかったわけ、うん、でその人の顔がポンと浮かんだわけよ、うん、あ福岡行ったらあの人にも会えるしなと思って、うんうん、一回すればあの解放してほしいとか言ってたなと思って、うんうん、もしかしたら神様それで、うん、あそれもあるから福岡行けって言ったんかなと思って、うん、で神様福岡行きますかねって聞いたら御言葉でとっても喜びの私はそれを祝福するみたいな御言葉来て、うん、あそうですか分かりましたって言って、うんうんうん、でチケットを取ったわけ、うん、
ちょっとその後銀行から電話がかかってきて、うん、渡辺さんわざわざね関西まで来るの大変だろうからね、うん、あの郵送って全部できるようにしましたからって言ってくれたわけよ、うんうん、なんや行かんかってよかったんやんって、うん、でももうチケット取った後、うん、やられた神様みたいなでそれでさ結局福岡行くことになってしまったわけよ、友人はなくなったのに、はいはい、でもそしたらよいろんなところから、うん、今までね岡山止まりだったでしょ、うん、最南端で福岡に来てくるの楽しみに待ってたんで、あ北九州からね、うんうんうん、あの来て行きますとかね、うんうんうん、鹿児島から来ますとかね、うん、九州の中でもいろんなところからね、うん、結局集まってきてくれることになってさ、なんやこれやったらもっと早くから福岡行っとけばよかったって結果的には今思って、だから19、20両方とも2日ともやるんだけど、うん、福岡で集会ね、うん、もうすでに大阪からも来てくれる人とかね、うん、集まってきてくれるわけ、うん、そしたら須藤さんもさ、うん、僕も神様に行くように示されたから行きますとか言ってさ、うん、ご夫妻で来てくださるわけよ、うん、なんか福岡暑いぞみたいなだからはめられたって感じだったけど、結果すごい集まってくるしみたいな、びっくりよ、そうよね、なんか九州とかあんまり行ってなかったから神様がそろそろこの辺で、そう、ねうん、私なんか結局銀行の用事なくなったから霊感があって良くなったんですけどね、うん、って言ったら、うんうん、エスカさんはめられましたね、実は私祈ってたんですとか言ってえみたいな、そうそう、なんかエスカさんが本当に来てくれたら、うん、私子供がいるからね、うん、なかなか沖縄に来るの家族ぐるみになっちゃうでしょ、うん、で小さい子供と一緒にやっぱりデリバランスするのは結構大変じゃない、うん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 、だからどうしようってもう来てくれたらいいのに神様エスカさんよこしてって言ってたんだって、うんうん、祈られちゃってたね、まさかと思うけど祈ってたって聞いたら、はい祈ってましたとか言われて、みどりちゃんの逆バージョンやとか勝手に乗られるから、ね、そう勝手にでもね、だから神様おもろいこと使うなと思ってさ、もう銀行に行ってくださいって言われたら、うん、はいってなるやん、そんな大きなお金が動くから、うん、もう絶対行かなあかんみたいなさ、あしゃあないな、しかも副主人がポロッと福岡行ったらって言うからさ、すごいねそれもね、うん、使われてるね神様もね、うん、うんすごかった、あそうか思い出した、それもなんだけど、うん、ほらあのね癒してくださいって本人が思わなければ癒されないって話ね、うん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 、あれもなんか地味な話かもしれへんけどってすごい印象残ってて、うんうん、麻痺の人、そう左側が麻痺だけど耳が聞こえない人、そう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 、の話、そうそうあれもすごいすごかったね、そうなんだよ、うん、だからまず耳が聞こえなくって麻痺だったから、うんうん、私はやったーってもう聖霊が一気に臨んだの、その教会にね、うんうん、全員が聖霊のバプテスマ受けたわけよ、だから聖霊がいるから、うん、あこれもう耳癒されるわと思って、うんうん、初めて私としてはね、うん、あの聞こえない人が聞こえるようになるってのを、うん、やったー見えると思ってもう楽しみになって、うん、耳に思わせておいてさ、うん、イエスみんなでって言ったらさ、うん、止められるわけよ、うん、ノーノーノーとか言って、うん、はーとか言って、耳は癒されなくていいんですとか言って、うん、聞くわけ、聞こえないままでいいんです、うん、なんでですかとか言って、うん、僕はこのままおしとつんぼの人たちにおしとこういう手話で伝道したいから、うん、このままでいいんですとか言って、うん、でも代わりに左半身の麻痺は癒されたい、うん、麻痺の癒しをしてくださいって返ってくるわけ、うんうん、あそうですかって本人が望むから分かりましたって言って、うんうん、で麻痺を癒されようって言ったら、うんうん、麻痺が全部溶けて綺麗に手が動いて、上がらなかった手が上がってさ、足が動いて立ち上がってさ、ね、賛美し始めたわけ、 うわー先天性の麻痺が癒されたと思ってね、うんうん、で絶対耳も癒されんのに、うん、本人がね望まなかったから、うん、もったいなと思ってね、多いんだよ私、目の見えない人も、うんうん、口が聞こえない人も何度かやろうとしたら、うん、あの本当に受け取ってないわけよね、で祈られるのは自由だけど、祈ってくるのは自由だけどって言って、うん、ならないからなんでって聞いたら、うん、本当に見えたいと思ってます、うん、本当に喋りたいと思ってますって聞いたら、いやそこまではっていうわけよね、うん、だから、うん、なんでと思って、うん、でまあ聞いたら、うん、やっぱ障害者年金とかがねもらえなくなるしとかさ、うんうん、なんかすごい理由で断る人がいるんだよね、うん、なんかもう絶対無理やと思い込んでるんだろうね、固くなな強情な霊がいいのかな、パロみたいな無理やって思ってしまってるのかな、うん、その人はね囚われてるね、うん、もったいないなと思って、ね、うん、見えるようになったらね、そんな障害者年金とかよりももっとたくさんね、ね稼げるかもしれへんし、ね、でもねしゃあないな、なあ、うん、イエス様が言ってるよね、癒されたいのかだったっけな、そう、ね、そう聞かれるよね、あれは意思を確認してるよね、そう私に何をしてほしいのかって聞かれんね、うんうん、で私にそんなことができるのですか、できると信じるのですかって聞かれんね、うん、だからその2つ、はい、癒されたいですっていう
ね、耳開いてくださいとか、うん、目開いてくださいとか、お腹痛いのに治してくださいって、うん、自分の口で言うこと、うん、そしてそのことを神様ができるってことを信じること、うん、この2つで癒されんねん、うんうん、アメン、ね、だから本当にこうノンクリスチャンでもさ、うん、梨をパクッと食べたあの、うん、アレルギー癒されんでって私の言葉を多分信じたんだよね、うん、イエス・キリスト本間の神やから、私が信じてんのは本間の神だって、私がさ、うん、豪華な暮らしをしてるのを彼はやっぱ見てきてるわけよ、うんうん、ね、贅沢な暮らしをしてるの、うんうん、その私が全財産神様に投げ捨てて今の生活をしてる、うん、なのにこんな家に住ませてもらってるっていうのを多分彼は一緒にして見とったわけよ、うん、だからこの渡辺飛鳥が捧げた神はそんな宗教じゃないっていうのは多分瞬間的に分かったんじゃないかな、うんうん、だから信じるって言ったんだよね。でパクッと食べた、そしたら癒された。この単純な理論、シンプルなこのなんか癒されたいというね、そう、口で告白して心から願うこと、そう、でそれが癒されると信じること、うんうん、その2つ、ね、子供のように素直に、うんうんうん、ありがとう神様って信じるならその通りになるよ、うん、この前言ってたそのアメリカにね、うん、今度行く人がね、うん、あの会ったことない人なんだけど、うん、なんかホーリーエナジーを私が作ってた時に、うん、そのホーリーエナジーをずっとアメリカまで送ってほしいって言われて、うん、送ったことがある人だったのよ、うん、でそのね子供がね大好きだったんだって、うん、で今度ねホーリーエナジーを作ったお姉さんが来るんだよって言ったんだって、うん、そしたらやったー、ここに来て作ってくれるんだ、嬉しいなって子供が言ったんだって、うん、あ、子供の思考回路ってこんなに単純なんだって、うんうん、あのホーリーエナジーを作ったお姉さんが来るんだよって言ったら、うんうん、ここに来て作ってくれるために来てくれるんだってもう超喜んだらしいんだよね、うんうん、このシンプルな思考回路が神様を愛するこの信じるときに必要なんですねって、子供の思考回路ってすごいですねって、この信仰ですよねって私子供から学びましたって言ってた、うんうん、だからやっぱでそこでホーリーエナジー作ったの？いや作らないよ、うん、これから工場で作るやつやね。そう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 、そうそう、でもその人はなんか買ってくれ、うん、どうしても欲しいって言うから、うん、アメリカまで一回送ったことがあったのよ、うん、その人が今度、うん、来てくださいってなって、私まだ会ったことないのよだから、うんうん、でも行くんだけどね今度。そんなすごい素直な子供のような素直にその思考回路ですね。うん、にゃおこさんがなんか水曜日に遠方から来た社会派のクリスチャンの友人が耳が聞こえず、うんうん、半年前は半年前コミュニケーションが取りづらかったのが、うん、その日の朝に聖餐式実施を悪霊よイエスキリストの皆によって出ていけと言ったらちゃんと会話がスムーズにできました。ハレルヤ、すごーい、すごもうこの方やってね、にゃおこさんもうにゃおこさんもそうなのよ、ヒロさんヒロさんこんばんは。にゃおこさんもうね、証しバンバンよ本当に。もう立派な、もうみどりちゃんといいにゃおこさんといい、もう全然すごいもうすごいミニスターになってるし、いや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 素晴らしいですよ、うん、ということで終わりかな、はい、終わった、はい、最後に一郎さんこの日あれやね、申し送りしてなかったね、最後気がついたら終わってた、ごめんなさい、まあまあでもね30分